はい、皆さんこんにちは。ネクセンに講師の赤木です。それでは、入門講座の全体構造編ですね。これ始めていきたいと思います。それではまあ1年間ですけどもね、よろしくお願いしたいなというふうに思っております。まあ今日はね、全体構造編ということで、まあ肩の力抜いて、気楽に進めてもらえたらなというふうには思ってます。はい、早速ですね、まあ、全体構造編、まあ今日1日ですね、どういう感じでやっていくかと言いますと、前半はですね、法の概略、まあこれから勉強する法律っていうのがね、一体まあどういうふうなものなのかという、まあ、法に関する、ね、基礎知識というのをちょっと前半ではやっていきます。それから、まあ、後半の方はですね、主要科目、まあ、憲法、民法、それから刑法ですね、この3科目の、まあ、ごく基本的なところですね、その、まあ、科目のイメージをつかんでもらうという感じで進めていきたいなというふうに思ってますけれども、まあ、軽くね今日は聞いていただいたらいいかなと、まあ、本格的にやるのは民法の1回目の開講のところからというね、そういう感じで、春生の方はね持っていただければいいかなと思います。はい、早速ですけれども、まあ、私のクラスでね、使っていくテキストですけれども、とりあえず今回の入門、全体構造編ではこの、セブンサミットの全体構造編第7版ですね、こう書いてあるやつと、それから、お手元にもう一部、あるかと思うんですけれども、レジュメですね、この2つをね、使いながら進めていくという感じになると思ってください。はい、ということで、早速ですね、講座の方、まあ、どっちから進めていくかということであるんですが、まずはもうテキストね、こちらの方を開いてもらおうかなというふうに思います。はい、早速ちょっと1ページね、開いてもらえたらと思うんですけれども、序論、司法試験合格への道ってね、書いてあるページが、まあ1ページですね、書いてありますけれども、そこのね、まあ目次が終わった後ですね、目次の後ろですけれどもね、目次の後ろになるところ、司法試験合格への道と書いてます。まあこれから勉強するね、司法試験に向けての勉強に関するお話なんですが、これいきなりやってもあれなんでね、最初はちょっと前半の最後にね、このページは戻ってくるということで、一旦ね、この1ページから2ページというのは置いといてください。で、すみません、レジュメもね、ちょっと1ページ目開きながらね、進めてもらえたらとは思うんですけれども、レジュメの1ページもね、ちょっと見ていってください。私のクラスですけれども、この、マーカーをね、5種類ちょっと用意いただいているという感じになるんですけれども、マーカーの種類、一応5種類ですね、講義の中では使っていきます。まあ、今日もね、マーカーとしては1種類だけにはなっていきますけれども、このマーカーの、まあ、ちょっと意味とかをね、それも、まあ、前半の最後にまとめてね、ちょっとお話するというところになりますけれども、レジュメの1ページも開きながらね、ちょっと聞いていただけたらとは思います。で、早速なんですけどね、ちょっと今日もテキストにあちこちチェックをね、入れていただくことになっていくんですけれども、チェックで今日使うのは一つ目の解説チェックと言われるやつです。で、解説チェックというのはね、もうこれも覚えなきゃしゃあないよっていうね、そういうところになってきまして、マーカーの一つ目解説チェックね、まあよかったら黄色なんかをね、使ってもらえたらいいかなと。いうふうには思います。まあ、解説チェックってね、聞いたらね、一応そこの、まあ、色をね、黄色とか使ってもらうといいですが、好きにね、やってもらったら結構です。はい、マーカーのね、解説チェックとかね、今日言うところあると思いますが、まあ、黄色でも、まあ、皆さんね、好きな色使ってもらって結構です。人によってはですね、青線とか赤線とかね、あるいはこう波線とか点線とか、まあいろいろとこう使い分けてるね、人いますけれども、まあ好きなようにしてもらったらいいですが、一応私のテキストですね、まあどこをチェックし漏れたかとかね、それ確認するときに、私のテキストだとね、ちょっと黄色とか、まあこの、色をね、して、この通りね、やってますんで、まあよかったらね、参考にしてもらえたらと思います。はい、早速ですが、まあこれから勉強する法、というものの概略をまず、理解いただけたらなということで、2ページね、ちょっと開いていてください。テキストの2ページ、もう1ページはちょっと一旦飛ばしまして、2ページ第2章法学入門というところですね、そこに、ちょっとお話をね移していくという感じにしたいと思います。で、ちょっとここから先講義の進め方のルールにね、なってくるんですけれども、関数字の1って書いてあるのありますね、法及び権利義務の定義って書いてますが、関数字の1のことを横1と呼んでいきます。まあね、関数字の1とか毎回言ってたらもう大変なんで横1と、でアラビア数字のね、1番2番3番とかね、それは縦位置というような言い方していきますんで、横位置縦位置と聞いたらね、あ、そういう意味だというふうにちょっとね、先にルール付けということで、聞いていただけたらと思います。はい、早速、これから勉強する法って何だろうということで、まあいきなりテキストを読み込んでいってもね、あれかなということで、ちょっとざっくりと例をね挙げようかなというふうには思います。皆さん、まあ法って聞いたら多分ルールって思い浮かべると思うんですね。で、ルールって聞くと実はまあ家族の中でもね、ちょっとしたルールがあったりと
というのがあると思うんですね。から学校行ってもまあルールというのがあったりというところであるんですけれども、このルールというものは実は法律以外にも様々あるよという感じです。ちょっとまあ私の家族の話になっちゃいますけどもね、うちのまあ子供ね、中学生入ったばっかりではあるんですけどね、もうちっちゃい頃からややこしくってね、で、なんかね、門限何時とかね、そういうのをこうルールで決めようとするとですね、なんでと、ね、私は7時まで遊びたいとかね、そんな感じでこういろいろとこう交渉ネゴシエーションですねしてくるんですけれども、まあ家の中のルールとかね、それもまああったりはするけれども、これ何のためにルールあるかってね、多分あんまり考えたことはないようなね、感じかもしれません。で、家の中のルールっていうのは基本的には家族がまあ安全に幸せに暮らせるようにというところはあるんですけれどもね、まあ親子の間のルールだったら多分こういう感じで利益調整してると思うんですね。家のルールだったらまあ例えばまあ親子で生活してるんであれば、親の考える利益と子どもの、まあ、考える利益と、これを調整してルールを作っているという感じになると思うんですね。例えば門限5時だというふうにするのは、子どもとしてはできるだけ遅くまで遊びたいという利益があるけれども、反面親としたら遅くなったら心配だというところがあって、その辺の調整から例えば門限は5時という感じでですね、決めていくという感じになると思うんですね。で、これ何のためにあるかっていうと、やっぱり一人では生活してないからなんですよね。ルール作るというのは基本的には複数の人がまあ関わっていると、そういう世界だからこそルールがいるという感じなんですね。複数人、これがまあ共同生活とは言いませんけれども、まあ共同体、これを構成しているわけで、その中にはやっぱりルールがないと、命名が勝手なことしたらバラバラになっちゃいますよね。家の中でもね、例えばもう子供はね、親のこと聞かずにもうね、夜更かししてるとね、なんかそんなんなったらもうこれバラバラですわね。で、かといって親がですね、子供外で遊ばせないとかって家閉じ込めるとかね、そんなのもちょっとどうなのかなという感じで、まあやはりルールですね、一人一人、まあ共同、一人で生活しなくて共同体、これを構成してるんですよね。で、その中でできる限り実は一人一人の幸せ、これを考えてルールが作られているという感じであると思ってください。まあぶっちゃけて言うと、一人暮らしだったらルールはいりません、ね。一人暮らしで例えばね、自分が生活しててですよ、7時に帰るんだっていうルール仮に作ったとしましょうか。この7時に帰るんだというルール作ってですよ、で、友達とね、友達から声かけられて遊びに行こうと飲みに行こうやと言われてですね、いやいや俺7時には帰らなあかんねんと、なんでと、俺が決めたからとかね、そんなこと言っとったらですね、友達に嫌われたりするっていうかね、友達付き合いできませんのでね、そういう意味では、まあ、一人で生活している限りではこれルールいりません。でも複数の人がまあ関わってくるとなると、やっぱりルールがないと困ると。これはまあね、交通の面を考えたら分かると思うんですけども、もし道路交通法なんてのがなかったら大変なことになりますよね。もし道路交通がなくて赤信号守らなくていいとかですね、青信号じゃなくても、赤信号でも進んでいいとか、そんなことをしとったら事故になりますからね。そういう意味で守らない人、まあこれもまあ世の中にいるんでしょうけれども、やっぱり複数の人が共同体でまあ快適に暮らせるようにと、このためにルールがあると思ってください。で、それと同時に、せっかく作るルールですからね、特にまあ社会でのルールというのは守ってもらわなきゃ困るんですよね。守ってもらわなきゃ困るということで、何が必要かというと、これ家族のルールだったらね、そこまでの強制力ないですけれども、社会のルールとなると守ってもらうために強制力と、これが必要になってくるんですね。で、出来上がったのが法律という世界だと、こう思ってくださいね。道路交通法ということで、もし赤信号を無視したらですね、これは自転車でもね、ちょっと捕まってしまうというところにもなってくるし、もちろんね、車とかだったらね、それは運転免許取り上げられたりというふうなところで、一定のこう制裁ですよね、これが待っているというふうな感じになっていきます。はい、ということで、ちょっと長々と言っていきましたけども、まあルールというものについてね、特にまあ社会におけるルールですね、これがまあ法律だというふうにね、理解してもらえたらと思います。はい、早速ちょっとテキストに解説チェック
を入れてもらったらいいかなと思うんですが、3ページの一番上にもう飛んでいただいたらいいかと思います。3ページの一番上、法とは何なのかということで青文字になってますよね。青文字になっているところにも解説チェックね、入れちゃってください。解説チェックということは、まあ、黄色のね、マーカー使ってもらったらと思うんですけれども、ここに解説チェック入れといてください。国家権力による強制力伴った、1行目で、ね、国家権力による強制力伴った、それと同時に社会規範と、はい、まあ社会規範という難しい言葉が書いてありますが、漢字の意味は別に追いかけなくて結構です。意味としてはまあルールです、単なるルールね、社会のルールぐらいのね、社会規範というふうに言ってるんですけども、まあ、要は強制力伴ったルールであると、これがまあ法律だというふうに思ってください。で、このルールなんですけれども、どういう観点からできているかっていうと、その下、価値判断って書いてますね。社会の中では法律が作られるには必ず理由があるんですね。こうあるべきだというべき論、これが価値判断というふうに思ってください。まあ価値判断のところに何々すべきというべき論、これがあってルールができていると、こういうふうに思っていただいたらいいかと思います。例えばまあ窃盗罪っていうね、刑法の235条ありますけども、235条、これはどういう価値判断かといえば、人のものを取ってはいけないという価値判断ですね。人のものを取るべきではないという価値判断になるわけね。から民法で587条というのがあったりしますが、これはね、借りたお金返しましょうという話ですけどもね、それはもう借りた金は返すべきだというふうな価値判断ですよね。これがあるんです。道路交通法も信号を守って人の安全を守るべきだというね、そういうふうなまあ価値判断があるからルールがあると。この社会規範ルール、これを支えるのは何かというと、べき論、価値判断というふうに思ってください。はい、そういうことで、まあ、このね、社会規範の下の価値判断もよかったら解説チェック入れちゃってください。価値判断のところね、解説チェックで、ね、入れておくといいかなと思います。はい、あ、ちなみにチェックの入れ方ね、まあ、別に好きにね、なんか太い、ね、ペンでガッとこう、ね、マーカー引いても結構ですし、アンダーラインみたいな形で、ね、引いていただいても結構ですので、もう、ね、その引き方は好きにしてください。僕はまあ、ね、アンダーライン程度の、ね、引き方することが多かったですけれども、まあ、もちろんベターっと、ね、チェックいただいても、それはもう好きに、ね、してもらえたらとは思います。ただまあね、なんちゅうかな、たまにありますね。チェックの色、しまった、間違えたってね、そういうのがあるんでね、解説チェックと思ってたら、理由だったとかね、そういったところもあるんですけれども、そこで、なんていうかな、引き直しがしやすくするには、アンダーラインにしといた方がいいですね。アンダーラインにしといた方がね、その引き直しとかね、そういったまあ失敗した時にちょっとやりやすいんで、まあ、アンダーラインぐらいでもいいかなとは思っています。はい、ということで、まあね、法手は何なのかということでね、2つのね、お話、言ってきました。強制力伴ったルールと、で、そういう意味をね、まずは理解しておいてください。はい、で、その括弧の3番に入る手前に枝分かれの図が、書いてあるかとは思うんですけれども、この枝分かれの図ですね、社会規範、まあ、価値判断含まれているというね、ここはまあ先ほどお話ししたところで、社会規範ルール、すべきという価値判断、これが含まれていると、もうこれの繰り返しですんでね、これはまとめの枝分かれ図になりますので、まあ、あまり気にしないでください。はい、それから2つ目、強制力を伴った、これちょっと言い換えると左側ね、枝分かれ図の下側、ちょっと解説チェック入れておいてください。紛争解決の基準となってますね。紛争解決の基準のところもね、解説チェックをちょっと入れておいてください。はい、というところで何なのか、紛争解決の基準というのは一体どういう意味かというと、揉め事が起きたとき、ルールにのっとって解決すると。これが法律なんですね。法律というのは何のためにあるかというと、まあ、強制力ね、伴わせるためにあるんですが、これ強制力を伴うというのは別の言い方をすると、いざ紛争起きたらそのルールに従って解決すると、こういう感じなんですね。例えばまあね、人のものを取られましたということであれば、刑法の235条を使われると。で、刑法235条を使って強制的に、例えばね、取った犯人は懲役にしてしまったりとかね、そういうふうな形で、まあ、ルールにのっとって解決する。これは言い方、見方変えると、当事者が不満でも
ルールに拘束されるということにはなっていきますね。人のものを取った、ね、ジャイアンなんかたまにありますよね。人のものは俺のもの、俺のものも俺のものというふうな形でね、ドラえもん出てくるジャイアンなんか言ってしますけどね。あれはね、ジャイアンだけのルールであってね、社会のルールでいけば人のものを取ったらそれは窃盗罪だとなるわけで、ね、でもジャイアンとしてはね、俺のものは俺のもの、人のものは人のもの、人のものを取っても窃盗罪じゃないって不満を持ってても、それは社会の中では窃盗罪というルールにのっとって解決されると、こういう話になってくるんですね。はい、ということで、まあ3ページのね、法に関するお話ですね。法って一体何なのかというところですけれども、まあ枝分かれね、作ってありますけれども、まあ社会規範ということで、まあ要はルールですということだと思ってくださいね。社会規範ということで、法って何、ルールです。でルールはルールでも家の中の門限みたいなルールと違いまして、強制力があると、これが法律の特徴だと思っておいてください。はい。ということで、まずは、ね、法って何なのかっていうね、そのお話を、まあ、これから勉強する法って何だろうというね、このお話を、まず軽くしておいたという感じがあるんですけれども、こっから先、もう一歩先にね、進めてもらえたらと思います。括弧の3番に書いてあるね、お話は、気にしないでください。もうチェックしなくて結構ね、もう鉛筆でバッテンでも結構ですので、この括弧の3番はね、もう復習するときも読まなくて結構ですね。括弧の3番についてはね、もう復習するときも気にしないという感じにしておいてください。からその下の2番、縦の2ですね、アラビア数字の2、縦の2と読んでいきますけれども、定義の定義でもなんもね、なんかトートロジーみたいなこと言ってね、ここもまあ頭痒くなるかなと思うんですが、この2番もここのページはバッテンにしておいてください。なので、この3ページについてはね、上の法とは何かというね、社会規範であって強制力を有すると。そこだけをね、まずはしっかりと納得していただけたらとは思います。で、できたらちょっと3ページ開いたままで、板書をちょっとここから追加していきます。これから勉強するルールに関してね、もう一歩深いね、理解をここからしていただけたらなというふうに思っております。で、ちょっとね、2番の下あたりに余白が多分あると思いますんで、そこを使ってちょっとやっていこうかと思いますが、まず、これからやる法なんですけども、形があります。で、まあ別にね、法というのが形が見えるわけじゃないですけれども、法っていうのは一体どういうふうな、まあ、分析ができるかというと、基本的には条文、これがあることが多いです。条文があることが多いです。で、この条文ってどういう構造になっているかというと、こんな構造になってます。はい、要件、効果という形ですね。そういう形で成り立ってまして、それが、どういうふうな意味を持っているのかと言いますと、もうちょっとここにね、板書で、追加しておこうというふうには思います。要件って一体何なのかというと、必要条件と思ってください。効果、これは一体何なのかというと、まあ日常用語に置き換えると結果だというふうに思ってください。ちょっとご質問等ね、あともちょっと収録もありますのでね、とりあえず終わってからという形でね、させてもらえたらと思いますけれども、ちょっとね、これ必要条件結果というね、この条文の構造というのは大体はこういう形で理解ができます。で、抽象的に言ってもわからんと思うんでね、具体例を1個挙げます。民法に709条というね、こういう条文があるんですけれども、この民法の709条、一体どういう形になっているかというと、まあ、故意過失、まあ、持っている方はね、条文見ていただいてもいいですけれども、故意過失、権利侵害、損害、因果関係、これが揃うと賠償請求権、これが発生すると。
ちょっとね、文字をそのまま読んでいくとそうは読めないんですけれども、民法の709条の理解としては、故意過失、まあ、わざととか不注意ですよね。それによって、権利を侵害した時には、その相手に生じた損害を賠償しなければならないというふうなね、そういう形で書いてはいるんですけれども、これを読むときにはこう読みます。賠償請求権が発生するという結果が書いてあるんですけれども、その賠償請求権発生するための必要条件はこうだと。こういうふうにね、読んでいくんですね。条文というのをね、大体その効果と要件という形で分解します。で、これを勉強していくのが法の学習だと。こう思ってください。要件効果というのを学習するというね、これが法の学習の、まあ、メインターゲットと思ってください。メインターゲットはこの要件効果です。まあ、条文を読んでね、要件効果が把握できる。これは最小限ね、必要になってくると思ってください。で、これだけだったら大学でもやります。予備校でもやる意味はどこにあるのか、ちょっと実を言うとね、私のね、クラスの特徴、最大の特徴は、論文で使えるようにというね、もう1年目から論文でしっかり使えるようにというところで、これをやるには何がいるかというと、実は、当事者の立場。これを持っとくとね、非常に良くなると思います。かつ、具体例も念頭に置くといいですね。この709条ってどんな場面想定してるかっていうと、まあ、最近よくありますね。僕もヒヤッとすることあるんですけどね。スマホを見ながら運転してる人とかね。もう怖くてしゃあないですけどね。スマホを見ながらなんかバイク運転してると。で、そのスマホを見ながらバイク運転してですよ。なんかちょっとね、人にバーンとぶつかっちゃって、その人怪我させちゃったと。こういうのは709条を使う典型例になっていくんですね。スマホを見ながら運転するという過失によって、相手の権利を侵害、例えば怪我させたとかね、そういうような権利を侵害した時には、例えば相手に生じた治療費とか、そういう損害を賠償しなければならないと。こんな感じで709条使っていくんですね。で、これも使い方は、必ず紛争には当事者がいますんで。当事者、特にまずは訴える側です。原告になる側、つまり、この709条でいけば被害者の側ですね。被害者の側で、考えてみると、こういう目線があるといいですね。被害者の側からすると、あんたああいう不注意したやろと、あんたの不注意で私こんなに被害受けたんだと、だから賠償請求するよと、こういう感じになるわけね。これ当事者の立場で言うとそうなんです。で、要件効果に即して言うと、実は当事者目線でいくと効果っていうのが言いたいことになるんですね。で、言いたいことと、そのための条件。これが要件効果の意味になってきます。当事者から見ると、この要件効果というのは、言いたいことと、そのための必要条件というね、こういう構造で読めていきまして、で、これで、民法以下勉強することで、実は論文にもうほぼね、スーッと入っていけるというね、そういう感じになっていきます。まあ、民法24回ね、入門講座ありますけれども、もう徹底的にこの目線でやりますんでね、なんか知らんけど24回受けたら、あ、そういう目線できてたわっていうね、そういう感じになるかなと思いますが、これがまあ、よその予備校だったりするとね、ここ教えてくれないんでね、ここの言いたいこととその要件という、その発想なくてね、もう、要件、これも要件、覚えなさい。ね、効果、これだ、覚えなさい。ね、この要件にはこういうふうな、解釈論があって、これ覚えなさいみたいなね。それじゃ面白くないんでね、実践に使おうと思うと、この条文どう使えるかですね。言いたいこととその要件という形で考えると、こういうね、考え方を持っていくと、この条文というのは生き生きとね、使えていけるのかなというふうに思います。さらにまあもう一個言うとね、実は当事者の立場でというところは、実は相手の目線、これも論文では必要になります。何かというと、さっきのね、スマホのながら運転ね、これ、例として出しましたけども、加害者から見るとね、加害者から見たらまた反論が違うのが出てくる。例えばどんなのがあるかというとね、被害者がね、今回まあスマホ運転でこうぶつけられてね、怪我したと。で、怪我したんで、その被害者ね、せっかく入院するんだから、もともと持ってた G も治療しようかなとかね。そんな感じで、まあいろんなこう余計な治療をいっぱいしたと思ってください。で、
トータルで500万ぐらいね、治療費かかったと。ちょっと待ってと、加害者から言わせてもらうと、それはちょっと関係ないでしょというふうな反論って出てくるはずなんですね。だからそういう意味でこの要件に即して実は相手の反論も出てくる可能性あります。確かに私過失ありますと、けれどもその損害は因果関係ないでしょとかね、そういうふうな形で実は要件に即した反論というのも実は法律の世界ではいっぱいありまして、これが実務ではね、争われているところになってきてますね。実務になってくると大体まあこの709条だと、まあ私にそもそも不注意ないとか言って言うね、被告であったりとか、あるいは因果関係それないでしょとかね、そういうふうに言ってくる人はまあ結構多かったりするんですが、まあこの709条の使われ方っていうのはね、そういう形で当事者の立場でできる限り双方向で考えれるというね、原告目線で考えたら次は被告目線でも考えると、そういうふうなこう目線をね、柔軟にこう持ちながらね、やっていただけると、非常にこう法律が生き生きとね、勉強できるのかなという感じになります。はい。ということで、まあ、法のね、お話をしばらくね、続けてきましたけども、法律とは何かということで、まあ、強制力持ちます。紛争解決基準にはなりますけれども、これを当事者の立場で使えるようにね、将来的には皆さんね、これを当事者の立場で使えるように、まあ、復習をしていくと。そういうね、感じでしてもらえたらなと。で、講義の中ではね、もう予習はもうゼロで結構ですので、もうとにかくね、この僕のね、その講義聞いていただいて、まあ、その使い方っていうのをね、しっかりとマスターするという感じにしてもらえたら、即論文にね、活かしていけるのかなという感じになっていきます。はい。ということで、まあ、一旦テキスト3ページは終了にしまして、4ページ間にね、入っていくことにしましょう。はい、4ページですけれども、括弧の1番、括弧の2番、括弧の3、括弧の4、気にしないでください。先ほどの2ページの続き、3ページの2番の続きですのでね、ここももう気にしないでください。哲学じゃないんだから、ね、定義の定義とかね、もうそんなこと言われないでよってね、ここはもう覚えてもしゃあないところですので、4ページはもう1、2、括弧1、2、3、4、気にしないでください。はい、5ページもなんですけれども、今からチェック入れるところ以外は気にしないでください。はい。今からチェック入れるところは5ページの括弧の1のところです。ここにちょっと解説チェックをね、入れてもらえたらと思います。5ページ括弧の1、段落がいくつかに分かれてまして、ちょっと見にくいところあるんですが、第4段落ですね。5ページの第4段落。はい。ここに解説チェック入れちゃおうかなと思いますね。どっから入れるかっていうと、第4段落の1行目の後半です。法律の世界はって書いてますね。ここからちょっと解説チェック入れといてください。法律の世界は、で、次の行の頭。権利義務をブロック組みのように組み合わせ、論理的な体系としたものと。そこに解説チェック入れとくといいと思います。はい。法律で書いてあるのは、特に効果です。効果で書いてあるのは、まあ、言いたいことというふうに言いましたけども、実はこれ、権利義務が書いてあるんですね。民法709条だったら、賠償請求権という権利が書いてますが、これは加害者から見ると、賠償義務という義務を書いてるんですね。から、このね、条文に書いてあるのは、その権利義務に関することが書いてあると思ってください。で、この権利義務に関する記載を組み合わせて、法律では戦っていくと。こういう感じになります。で、組み合わせてってのがちょっとイメージつきにくいかもしれませんけども、これね、さっきのスマホ運転の話でいくと、もちろん、まあ、原告は709条で請求する。被告の反論でよくあるのは、まあ、もちろん因果関係ないっていうのもね、もちろん、反論としてありますけれども、過失相殺だっちゅう反論があったりするのね。これ722条っちゅうところで書いてあるんですけども、いや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 とね、スマの ながら運転をね、確かに加害者してたけども、被害者はっちゅうと、ぼーっとよそ見してたと。それがあったら、被害者にも過失あるでしょ、ということで、被告側からの反論で、過失相殺への反論というのが出てくることがあるんですね。こんな感じで、実際の、まあ、これから勉強していく法律の世界ですけども、複数の条文の組み合わせで、主張反論をやっていくと。こんな感じになりますね。一つのその権利の発生があった。まあ一つの立場でね、原告側がこう主張したら、被告側はまた違う、ね、ブロックの組み合わせで、反論していったりと。はい。ここのその組み合わせの仕方っていうのは大体決まってますね。こういう主張に対してはこういう反論があるとかね。こういう主張にはこういう反論があるという形で、特定のこう主張反論のパターンっていうのがありましてね。その
まあ、組み合わせの仕方というのもね、しておくといいのかなと。まあ、今言ったね、不法行為っていうんですけどもね、709条の主張に対しては722が多かったり、まあ、他にもありますよ。時効ということで724とかね、そういう組み合わせの仕方もありますけれども、まあ、そういうふうに、原告の主張、被告の反論で考えてたら、実はこれ簡単に組み合わせできるようになるんでね、とりあえず、まあ、法律で書いてあるのは権利義務。で、これを、当事者の立場双方からブロックのように組み合わせて論文書いていくんだと、こういうふうなねイメージを持ってもらえたらいいかなと思います。はい、で今チェック入れた場所以外はこの5ページ無視してください。今解説チェック入れたところ以外ね、括弧の1番のその上3段落もそうですし、その下の段落以下ですね、これも気にしないという感じにはしといてくださいね。権利義務は大脳神秘質によって認識把握とかなんかいろいろ書いてますけどもね、なんじゃそりゃってね、全然いらないので、5ページの括弧の1はもう3段落目までは無視だし、5段落目以下も無視しておいてください。なのでもうノーチェックでね、それ以外5ページはもうチェック入れるのはその今言ったね、4段落目の1行目の末のね、法律の世界は権利義務ブロックの組み合わせというね、もうここだけ理解しておいてもらったら結構です。はい、ということで、まあ5ページはもうおしまいにしといてもらったらいいかなと思います。はい、もう法律の世界ってそうね、ブロック組み合わせるんだっていうね、なんか不思議な感じがするかもしれませんけれども、まあ原告がこう言ったら被告はこう反論するっていうね、こういうパターン結構多いのでね、原告の主張、被告の反論というね、こういうのをまあ今後ね、しっかりとやっていくよと、こう思っておいてください。はい、ということで、まあここから先ね、ちょっとずつ法律の詳しい世界に入っていくという感じにしていきましょう。6ページ、進めていってください。はい、6ページの横の2番、法の種類と書いてあります。まあこれから勉強する法についてね、ちょっと早めに言葉をまあ聞いてわかるという感じにはしておいてください。まあ別に言えなくていい、書けなくていいね、そういう話ではあるんですけれども、この言葉ちゃんとね、読み分けねできるようにはしておいてください。はい、まず縦1、公法と私法と書いてます。もう早速ちょっと解説チェック入れちゃってください。丸の1ですね、6ページ横の2、縦1です。6ページね、飛んでください。6ページの、横に縦1です。もうそこまで飛んじゃっていただいて結構ですけども、6ページの、横に縦1、丸の1ですね。広報とありますね。解説チェック入れておいてください。広報。で、その行、そのまんまチェック入れておいてください。国家と国民との事項を定めたものと。1行目の後半ね。国家と国民との事項を定めたもの。で、エグザンプルも入れておいてください。憲法、刑法と。まあ、それだけじゃないですね。他にもいっぱいありますけれども、広報。国家と国民。ちょっともこの後また、ちょっとね、板書して補充しますけども、先にチェックだけしましょうか。丸の2も解説チェック入れておいてください。司法。市民と市民との間の事項。で、イグザンプル。民法、商法、会社法と。そこにも解説チェック入れておいてください。まあ、広報と司法というのがね、抽象的に言うとそういうことです。で、国家と国民との関係、市民と市民との関係中ね、そういうふうに書いてますが、もっとわかりやすく言った方がいいですね。広報って、イメージとしては、一般国民 VS 公権力という、そういう喧嘩を想定してます。例えば刑法ってまさにそうでね、殺人事件が起きましたとなると、刑法199条使っていくんですけれども、これどんな場面かっていうと、殺しただろうお前と疑われてる人に国家権力が罰を科すんだという場面で使われるんですね。国家権力と一般市民の間のトラブルというふうな場面で使われるということで、まあ刑法ですね、公法に分類されていきます。憲法もまさにそうでね、プライバシー侵害だと、ね、言っていたりしたりねすることありますけども、これも国家権力が市民の権利を侵害してるんじゃないかというね、そういう場面で使っていくということで、市民対公権力というね、これが公法の基本的構造だと思ってください。それに対して司法はというと、すみません、一般国民と一般市民別に意味一緒ですのであまり気にしないでください。まあ、司法という時には市と言った方が分かりやすいんでね、一般市民 VS 一般市民、これが司法の意味です。一般司法、ごめんなさい、司法というのはね、一般市民対一般市民の喧嘩、これを想定しています。まあ、これを一般市民のことを私人、私人というね、そういう言い方をすることもあるんですけれども、まあ、よかったらこのね、板書の意味もね、理解いただけたらいいかなと思います。
はい、詩人 VS 詩人というね、そういう喧嘩、まあ一般市民のことを私人というね、そういう言い方したりするんですけれども、それは私人対私人、詩人対詩人というね、そういう紛争、まあ今言ったね、民法の709条なんてまさにそうでね、被害者、加害者というね、一般市民同士の揉め事、これを想定しているのが民法であり、商法であり、会社法でありと、そういうね、形になっていきます。はい。ということで、まあ、公法と司法についてはその程度で結構です。それ以上に何かね、こう突っ込んでというところはいらなくって、括弧の1番、括弧の2番、それから7ページの括弧の3番も読み流しというかね、あんまり深く読まなくて結構です。復習するときに、まあ、気になる方はね、目通してもいいですが、覚える対象にはしなくて結構ですからね、括弧1、2、3、7ページの最後まで、もうあまりね、気にしすぎないでください。それよりも、ちょっと司法試験との関係でいくと、こういう言い方は慣れといてください。公法系、民事系、刑事系、こういう言い方します。まあ6ページの下の方に括弧の2番がありますよね、そこの右側に余白があると思いますので、そこの余白にでもね、書き足しておいてもらったらいいかなとは思うんですけれども、公法系、民事系、刑事系というね、こういう言い方で科目を分類します。これから勉強する科目、まあ、入門講座で7科目ありますけれども、公法系に属するのが憲法行政法です。ちょっと頭文字だけになります。憲法行政法。民事系が民法商法で、ちょっと略しますが民訴法、民事訴訟法。刑事系が刑法、刑事訴訟法と一応分類こうされます。で、試験、予備試験でも司法試験でも実はこの系統別に出ますんでね、憲法と行政法同じ日です。同じ時間帯で予備試験でやります。民事系も同じ日にやります。で、予備試験では同じ時間帯でやります。刑事系もまとめてやりますということで、この公法系、民事系、刑事系というのは早めに馴染んでおいてください。もうね、ある意味憲法行政法2個1というぐらいな感じで勉強する、そうしといた方が試験でも対応しやすいです。から民事系も民商民訴、これもかなり関連性が強いので、もうまとめてやった方がいいです。刑法刑訴も関連性強いので、まとめてやってしまうと、こういう感じで、これレックのねカリキュラムの特徴です、民事系、刑事系、公法系でね順番並んでると思うんですけれども、そういうふうにするのはどういう意味があるかというと、似てるし本試験でもそういう順番というか、そういうまとまりで出題されるんでね、できたら勉強するときもまとめてやった方がいいんです。これをね、よくある予備校なんかでは憲民刑商法刑訴民訴行政法ともバラバラでやっていったりね、するところがあるんですけども、そうやると頭の使い方がね、あっち行ってこっち行ってで、ね、1年目で混乱しますわ、そうならないようにできたらこれ系統別で勉強する。で、一応春生は民事系スタートです。秋生は刑事系スタート、冬生は広報系スタートですね。そんな感じで私のクラスになってるんですけれども、まあ一応その系統別にやるというね、そういう方がまあやりやすいだろうというふうに思います。一番勉強しやすいのは実は春生だったりするのね、民事系からスタートすると、実は民商民訴でやったことが刑法刑訴にも行き、で、それら5科目でやったことが憲法行政法で行きというね、そういうふうなまあかなりいい循環ですね。これになるのがまあ春生。まあもちろんね、刑事からやってももちろん同じことはできるんですけれども、まあそこの一番こうメリットを受けるのはね、もしかしたらまあ春生かもしれないなという気がしますが、まあもちろんね、これ、聞いていただく方ね、冬生の方もいるでしょうし、秋生の方もいるだろうと思いますので、まあそこは別に系統別にやるので、そんなに大きな違いはないですけどもね、まあ民事系ですね、これはかなりまあ分量もありますし、まあここからやっていくと実はまあ他のところもね、非常に波及して良くなりますんで、まあ秋スタートの方もね、この民事系やった後にもう一回他の回していくと、そういうような形でね、どんどんとこう、あ、なるほど、だからこうだったのかっていうね、そういうまあ発見なんかもねしてもらえたらいいかなと思ってます。はい、8ページまで飛びましょうか。はい、今何やってたかっていうと法律の分類をやっておりました、ね、公法と司法というね、そういう分類したんですが、8ページ、はい、一番上に2番縦の2ありますね。実態法、手続き法、これもちょっと早めに見分けれるようになっておいてください、はい、実態法丸の1解説チェックを入れておいてください、はい、8ページですけれどもね、実態法丸の1解説チェックを入れておいてください。
丸の1、実態法、はい、権利義務の変動、発生変更消滅の要件効果について定めた。で、ちょっと飛んで2行目に飛んでください。もう法の1文字です。要件効果について定めた。で、一旦ちょっと飛ばして2行目の頭の法、そこにね、チェックの場所を飛ばしておいてください。まあ復習するときもそこだけ読んだら結構ですね。権利義務の変動、発生変更消滅の要件効果について定めた法ということで、実態法は要件効果を定めたものと思ってください。で、さっきね、ちょっと言いました。条文の中では、言いたいこととその要件と。これを定めているというのが、まあ、実態法だと。こう思っていただいたらいいかと思います。まあ、先ほどね、スマホのながら運転して怪我させられたと。こうなると、まあ、民法709条。これが、不法行為の損害賠償請求権の要件効果を定めたルールと。こういうことになるわけね。民法の587条だったら、貸金返還請求権の要件効果、これを定めたルールというふうになってくるし、民法95条だったら錯誤があった時の取り消しというね、そういう要件効果を定めたルールという感じで、まあ、民法はほぼ実態法というものに属していきます。ただこの実態法あるだけではね、困るんです。不法行為の事案でね、相手に金払えと709条からは言えるんですが、相手が払ってくれなかったらどうするって問題が出てくるんだね。相手が払ってくれなかったらどうするか、相手の家に上がり込んで無理やり預金等を持って去っていくとかね、これはあかんのですね。自力救済言いました。これはね、お隣の国ではまあやってるところありますけれども、日本という国ではこれは禁止ですんでね、自力救済はダメと。じゃあどうするかっちゅうと、訴えて裁判という手続きで解決しなきゃいかんということで、実態法だけではあかんのね。手続き法まであって、ようやく権利が実現すると、こう思ってください。丸の2、解説チェックを入れておいてください。手続き法、権利義務の具体的な実現手続きを定めた法と、まあ1行さーっとチェック入れておいてください。はい、不法行為で怪我させられた、金払えと言ったけど相手が払わない、どうするって言ったら、もう訴えて、で訴えて判決もらったらどうなるかっていうと、相手の財産を差し押さえできて、で差し押さえたらお金に換算してくれると。そういうことでやっとお金が手に入るのね。この民法あるだけではお金が手に入るとこまでいかないんですよね。で、なんとか最後のお金が手に入るというとこまで行き着くための手続きですよね。これを定めたのが手続き法と思ってください。まあそれ以外にもね、民法の実態法ではいっぱい書いてます。で、自分の家を不法占拠している人がいたら出て行けと言えると。実態法では出て行けと言えるまでです。でも出て行ってくれなかったらどうするって、これで手続き法がいるんですね。出て行ってもらうための手続きとして訴えて判決取って、で無理やり追い出してというね、そういう手続きが必要になってくるということは、これ実態法と手続き法、これはもうね、何て言うかな、不可分のものとしてね、これは存在しているというふうに思ってください。でさらに発展的なところちょっとだけ言わせていただくとね、手続き法のために実態法があるという感じにもなってきます。これゆくゆく私の講座の中でね、民事訴訟法を勉強すると、民法商法で赤木が言ってたのはこういう意味かというのがすごくわかるようになると思います。民事訴訟法がこういう手続きルールだから民法の世界でもこう理解するというね、そういうふうなところがまあいずれ出てきますんでね、楽しみにしといてくださいね。民事訴訟法のまあ中盤ぐらいでね、やる概念で証明責任っていうのがあったりするんですけども、そこの概念が実はまあ民法でもね、商法でも頭に持っといた方がものすごく勉強しやすくなるんでね、それは民訴のまあ10回目ぐらいにはね、皆さんね、ああなるほど、だからこうなったのかというね、そういうのが分かっていただけるかなとは思います。はい、とりあえずまあ法の分類についてはその辺でいいかなというところでね、一旦ちょっと置いといてください。はい、横の3番、法の存在形式と書いてますが、この存在形式という日本語を見て分かる方多分なかなかいないと思いますんでね、法の存在形式って書いてますけれども、ちょっとまあこれも言い換えしときます。はい、その法の分野に含まれるもの、これを
専門用語で法の源と書いて法源ということがあります。はい、法源、法の源、ね、その法の分野を構成しているもの、含まれるもの、まあ、法の分野を構成するもの、まあ、それもちょっと入れといてもいいかもしれませんね。言い換えです。だから民法の法源とかいう言い方すると、民法という法分野を構成しているものと、こういう意味になるのね。民法の法源とかいうと、民法という世界を形作っているルール群で、例えば民法典があったり、借地借家法というのがあったり、あるいは判例法理があったりというところでね、この法分野に含まれるもの、法源というね、ちょっとこれはテストでは出ません、テストでは出ませんけれども、必ず教科書には書いてある言葉にはなってくるので、ちょっと早めに馴染んどいてくださいという感じです。民法以下ね、7科目どのテキストにもね、法源とかいうね、そういう言葉が使われるんで、ちょっとここは法の源というね、ちょっとそこは言い方、まあ、ちょっとね、そのうち馴染んでもらえたらと思います。はい、でこの法分野を構成するものとして一番大事なのは縦の位置、成文法と書いてあります。成文法、よかったら解説チェック入れといてください。1行目から入れといてください。頭からです。文書の形式備えている法、成文法と呼びと、はい、そこまでで結構です。はい、文書の形で備えているものね、これを成文法と言っていきまして、まあ皆さんね、もしかしたら、まあ、今日持ってる方もね、いるかもしれませんが、いわゆる六法ですね、これに書いてあるのが成文法と、こう思ってください。ね、六法と書いてますけど、実際にはね、何百というね、そういう法律が書いてありますけれども、まあ一応習わしとして法をね、六法という言い方をしています。はい。で、この六法について、ちょっとだけ皆さんにね、アナウンスといいますか、いろいろとちょっとね、お話をしておこうかなと思うんですが、私はちょっとすいません、講義の中で使う六法ですね、判例六法を使っております。でもこれは実務でも使うんでね、実務でも使うために私はこれ使ってますが、1年目からはこれは使わない方がいいです。で、1年目の勉強するときにはこの六法の中でも判例六法はめっちゃ使いにくいです。何が使いにくいかっていうと、判例が挟まってるんですけども、判例挟まってるので、例えば何条引いてくださいいうときに引くのに時間がかかるんです。710条引きたいときにね、709、709、709、709、その後ろに判例が5、6ページ続いてるんですね。なので引くのに時間かかってめんどくさいと。そういう意味で1年目の勉強をするときは、できたら判例なしの六法を買ってください、ね。コンパクト六法とかデイリー六法とかね、いろんな六法がね、ありますけれども、どれでも結構です。使いやすいのね、どれでももう本当に慣れるんで、どれでもね、僕はまあね、ちょっと阪神タイガースファンということもあってデイリー好きでしたけどね、なんでか分かる方も分かっていただいたら嬉しいですけれども、まあ一応ね、デイリー六法とかまあいろいろありますんで、まあそこは好きな、まあ六法ね、使ってもらったらいいと思います。はい、ちょっとその辺に書いてあるのが、縦2に入る上4行です。縦2の4行上ですね。ここにちょっと解説チェック入れといてください。入門受講生には小型の判例なしから非試験用がおすすめと、はい、まあ、そんなところにね、解説チェックでも入れておいてください。はい、これから司法試験勉強するんだということで、いきなりね、いきり立ってちょっと表現悪いですけれども、司法試験用六法っていうのが売ってるんです。でも司法試験用六法はめっちゃ使いにくいです。分厚い、重い、さらにはたまに表題がついてないというのがあるので、ね、憲法とか刑事訴訟法になるとね、これ古い法なんで、古い法は条文の前に表題がついてないんです。新しい法だと何条で、例えば目的とかね、そういうふうに表題がついてあるんですが、古い法は表題ついてなくて、司法試験用六法は表題ついてないものがたまにあります。古い六法も何ていうかな、その作った当時のその書き方そのままになっているのがこの試験用六法ですね。なのでそれはめっちゃ勉強しにくいんでやめといてください、ね、特に刑事訴訟法でイラッとしますね。本当にイラッとするんでね、そこはもう刑事訴訟法でイラッとしたくなければ、まずは試験用じゃないものをね、使ってもらえたらと思う。なので要はコンパクト六法とかデイリー六法とかね、そういうのにまあしといてもらったらいいかなというふうに思ってください。はい、で判例六法は2年目以降使ってもらったらいいと思います。で2年目以降何に役立つかっていうと、判例を勉強できるんです。2年目以降の勉強として、まあ、1年目でもやりますけども、条文をそのまま読むことを条文素読とかいう言い方するのね。で、条文をそのまま素で読む際に、
あ、確かこの条文にはあの判例あったなというのは多分2年目になってくると思い浮かんでくるんですね。で、判例の確認も同時にできるという意味で、この2年目以降はその条文判例というのが一体化しているというのもね、もちろんこれはどんどんね、意味が出てくるところですし、まあ2年目講座になってくるとね、大体まあその条文引くのに時間かかるともうなくなってくると思いますんで、そういう意味でも2年目以降はあの判例6法をね、使ってもらってもいいかなというふうに思います。ただちょっと細かい判例もいっぱいあるんでね、判例6法に書いてある判例全部覚えたれと、もういらないいらないいらないと、ね、覚えるのは入門講座で扱った範囲の判例だけで結構ですので、それ以上に手を出すとかね、そこまではしないでいただけたらとは思ってます。はい、あと毎年ですが、これ10月11月ぐらいにね、改正、新しいね、年度のが出ますんで、年度変わる時にはまたね、ちょっとこれは新しく買い替えをするようにしておいてください。で、毎年変わります。で、これ僕も経験あるんですけどね、初めて勉強する頃って条文にいろいろ書きたくなるんですよね。条文の勉強してるからね、条文にいろいろ書きたいと、あ、この条文のここの言葉にこんな意味があったなとか書き込んでいきたくなるんですが、これね、勉強進んでさあ年度変わりましたとなると、書いたものね、アクセスもできなくなっちゃいますね。新しい年度のね、ものもう一回書き写すかって、そんな労力無駄ですのでね。なので、条文への書き込みはもう最小限にすると、もう最初から決めといてくださいね。条文への書き込みはもうほんまに最小限にして、書き込むんだったらテキストに書き込んでください。いいですかね。書き込むんであれば、皆さんにはこのセブンサミットテキストっていうのがありますので、このセブンサミットの叱るべきところに、関連する場所に書いておいてくださいね。6本に書き込みたくなるのは分かるんだけどね、それはちょっと、押さえておいてくださいと。もちろん勉強する過程でね、ここの条文の文言こんな意味があったなとか、最低限、マーカー引くぐらいやったらね、全然いいかなとは思うんですけれども、内容を書き込んでしまうと、これね、後々2年目以降で、あれ、どこ書いたっけとかね、そういうふうな、ちょっとね、悲劇になりかねないので、そこはできたらね、判例には、あまり、あ、じゃあ、6法には書き込みをね、最小限にしておくという感じにはしておいてください。はい。それと、今話したのはずっとね、法を構成するもの、ね、法分野を構成するものというね、そういう話をずっとしてきたんですが、成文法がもちろん構成しますが、2番、不分法。これもたまにあります。で、不分法で大事なのは、下、判例法。判例法によかったら回数チェックを入れておいてください。はい。判例法。判例の2文字にでもチェックを入れておいてください。判例の2文字。で、条文と判例です。いいでしょうか。条文と判例にルールが全部書いてあると、こう思ってください。で、判例は確かに6法を見るだけでは出てきません、ね、学習6法には判例は出てこないということになりますし、試験用6法でももちろんね、条文だけしかなくて判例は書いてないという感じになりますけれども、ここの判例ですね、これは非常に大事なものというふうに思ってください。で、これは大学で勉強するとなんか判例ってワンノブゼムみたいなね、そんな扱いになるんですけれども、違うと。判例は神、学説はゴミというね、そういう言い方しますんでね、これは判例こそ大事と、学説にはあまり入り込まないようにねというふうに思っとってください。どうしても大学なんかでやっていくとね、学説のね、お話に入っていくことが多いですけれども、これから勉強するのは条文プラス判例、これをメインというふうに思っとってください。いいでしょうか。はい。で、その判例のお話、9ページ、横の4番です。はい。9ページの横の4番のところが、お判例のお話でして、縦の1、判例って一体何というところが、1番のところに書いてありますが、1番のちょっと書き出し、裁判所がになってますよね。裁判所がの裁判所の前に、最高と書いておいてください、ね。最高裁判所というふうにしておいてください。なので、1番の裁判所がの、書き出しの前に、最高の漢字2文字をね、ちょっと入れておいてください。で、書き足した上で解説チェックを入れておいてください。ね、書き足した上で解説チェックを、ね、入れておいてください。はい、縦の1番、解説チェックざっと入れておいてください。最高裁判所が裁判において示した解釈で実務では最も権威がある。ね、9ページの縦の1番ですね、解説チェックを1行入れておいてください。で、さらに2行目も入れておきます。法律の学習するにあたって判例は重視しなければならないと。で、この辺が、ね、よその予備校とかになってくると学説ばっかりやってるというね、判例はあまりこうね、軽視しすぎてるね、そういうところあったりしますが、もうさっきも言いましたが、
判例は神、学説はゴミっていうね、そんな感じで思っていただいて、もう判例こそ大事にするという勉強姿勢をね、やっといてください。で、この判例という時には基本的には最高裁です。で、昔の最高裁、戦前は大審院というね、そういう言い方してましたけども、判例最高裁または大審院と思っていただいて、米印、一番の下の米印ね、なおの一行目の末も解説チェック入れておいてください。最高裁判所もしくは戦前の大審院が示した判断のみを判例と言い、そこにね、解説チェック入れておいてください。最高裁判所、もしくは戦前の大審に示した判断のみを判例というと。下級審のことを判例とは言わないのでね、下級審の判決はもうあくまでも裁判例、判決例というね、そういう言い方でいいかなと思います。はい。で、これだけじゃちょっと寂しい。判例って、確かに、その、なんちゅうかな、条文的なものになりますけどね、条文的なものというね、そういう位置づけにはなりますけれども、判例ってね、非常に、勉強の素材としては最高の素材です。必ず事案があります。事例があるんですよね。必ずその判例の元になった事実関係があるので、事例問題の一つとしても扱えます。必ず判例は事案がありますので、事例問題の1個というね、そういう感じで押さえてもらえるといいと思います。はい、必ずね、事案があります。なので、ある程度ね、こうどうしてもこう今までのね、大学までのこう勉強だと、なんかこうテキスト読んだだけじゃ勉強した気にならないってね、なんか問題集でもないと不安だ不安だという人が結構いたりするんですけれども、いやいやいやと、判例の事案があるんでね、判例の事案を見て原告の主張、被告の反論っていうのをちょっと考えてみようよと、こういう感じにしていくと、実はもう練習問題がそこにあるんです。いいですかね。復習するときに判例の事案を見て、あ、原告どういうかな、被告どういうかなというのをね、それ考えるのも練習問題になりますんでね、そんなことで判例はそういう練習問題としても使えるというね、そういう意識を持っていただくと、今後非常にこうね、勉強も進んでいくぞという感じになっていきます。はい、9ページは以上でおしまい。2番その下ね、2番3番無視していただいて結構ですし、10ページも全部無視しておいてください。まああまりね、深入りはしませんので、9ページ10ページについては飛ばしておいてください。はい、11ページ横の5番、学説と書いてありますが、まあくしくも5、ね、横の5、ゴミですね。学説本当にゴミでしたね。ただゴミとは言うものの、通説、学会の中でも通用している見解ですね。縦の位置から2番の多数説、ほぼ一緒の意味です。通説多数説、まあほぼ同じ意味だと思っていただいて結構でして、でこれは判例ない時の拠り所になります。1番2番通説多数説ね、これは判例がないところはこの、通説多数説でまあ考えるというところも出てきたりしますが、その程度です。判例があるところは大体通説と一致するっていうね、そういうことも多かったりはしますけれども、まあ、通説多数説は、まあ、判例ないときには確かに大事な拠り所です。で3番以下有力説少数説になってくると、もうこんなもんはね、いらないとね、まさにゴミ中のゴミ中ね、まあ有力説っていうね、これまあ大学の先生なんか聞いてみるとね、学者さんって結構プライド高いんでね、自分一人が唱えてる見解でもこれ有力説だとかね、そんな感じでこうね、吹かしてる人いますけれども、まああの有力説少数説、まあどっちも結局はマイナーな見解というね、そういう位置づけになりますんで、まあ見る価値がほぼないというふうに思ってください。たまにちょっとね、問題意識だけ持ってもらうということで、見てもらうことありますけれども、3番4番を深入りするのは絶対にやめてくださいね。この3番4番は深入りすると怪我しますんで、そこはもう見ないよというね、そういう意識づけでやっておいてください。はい、ということで、まずは、ここまでね、法という分野ですね、法という分野を構成するものということで、まあ条文と判例のね、お話をちょっとしていきました。はい、ちょっとスピードアップね、していきます。すみません、ある程度ね、前半は法の、概略をね、ちょっとお話するというところであるんですが、まだ半分ぐらいしか来てなくてね、ちょっとね、スピードアップさせてもらいます。はい、11ページ下の方、条文の読み方と書いてあります。まあそのうち慣れます。まだね、六法をあまり聞いたことないという方にはちょっと馴染みのない言葉がいっぱいありますけれども、そのうち慣れると思ってください。で解説チェックをよかったら一箇所ね、入れといてください。11ページは縦1括弧の1です。タイトルに入れといてください。上、高、後、ここに解説チェック入れといてください。
はい、大難条というのは条文に書いてますんで、大難条の条はまあなんとなくイメージできると思うんですね。まあ、刑法199条とかね、そういう言い方しますけども、その中の条文の中には実は段落分けされていることがあります。段落分けされているものが項になります。第一段落を第一項、第二段落を第二項、第三段落を第三項というね、そういう言い方をしていきます。で、最近の方であれば第一項のところ丸の1、第二項のところ丸の2とかね、そう書いてますんで、まあ項については、要は段落のことを指していると思ってください。で、さらに段落の中に細かい内訳、これ書いてます。号と呼んでいったりします。はい、習うより慣れろですね、これはもう暗記するよりも慣れてください。で、12ページ見ていただきますと、はい、もう早速もうね、チェックはそこだけで結構なんでね、12ページ見ていただきますと、次のページね、ちょっと開いていただきましょうか。はい、刑法の19条が書いてます。はい、別にこれは覚えなくて結構なんでね、19条の1個見ますと、丸1から丸の2と段落分かれてますね。丸の1が第1項で、丸の2が第2項と読んでいきます。で、1個の中に横1、横2、横3、横4と書いてますね。さらにこう、こう分けされてました。これが号になっていくわけね。いいでしょうか。はい。1個、2個ね、項、号ね、その読み方もね、ある程度まあ早めに馴染んでもらえたらいいかなと。まあ、習うより慣れろです。これはね、もう習うより慣れろだということで、あ、そういうのね、というところをね、インプットしとけば結構です。はい。で、さらに段落の中に、括弧の2です。本文正し書き、ちょっと解説チェックを入れておいてください。本文正し書きのタイトルにチェックを入れた上で、4行目も入れておいてください。正し書きは前の文章に対する例外を述べる場合と、ということで、これ19条の2項、その上に書いてますね、刑法19条の2項、これが段落の中に2つの文章で成り立っているのね。で、前半が没収は、これ意味追いかけないでください。で、今はもうね、追いかけないでください。もうとりあえず日本語として、とりあえずの読みますと、犯人以外のものに属しないものに限りすることができる。これ本文と読んでいきます。で、ただし、ここについては没収することができる。例外です。本文正し書きと書いているときには原則例外と読んでおいてください。原則が本文、例外が正し書きというね、そういうふうに読んでおいてください。で、今は19条1項2項の意味は知らないでいいのでね、深入りしなくて結構ですし、これは択一の勉強でもほぼやらないというね、それぐらいの内容ですので、19条これは単に条文の読み方の、まあ、学習で紹介されているよと、こう思っておいてください。はい。で、本文正し書きになってなければ括弧の3、前段後段と読んでいくこともあります。段落の中に2文があってね、第1文第2文というふうに言うんじゃなくて、前段後段というふうに読んでいきます。はい、括弧の3、前段後段、よかったらね、解説チェックを入れておいてください。タイトルにでも入れておいてください。で、前段後段のややこしいのは、2文になってなくても、またはの前を前段、あとを後段とすることもあります。まあ耳学問として聞いておいてください。前段後段というときには、文章で分かれているときもあれば、分かれてなくてまたはでくっついてるっていうね、そういう場面もありますので、まあそれはそういうこともあるんだというふうに思っておけば結構かなと思います。はい、そのところで、まあ、一旦ね、ちょっとここの条文の読み方については置いといてください。はい、その下2番、条文の構造と書いてますけれども、もう読まなくて結構です。これ今日のね、冒頭に近いところでね、条文ってどんな形でできてるかってね、条文の形、もう板書した内容です。ね、13ページなんか見ていただきますと、要件と効果というね、そういう表が書いてあるかなと思うんですけども、もう条文というのはこういうふうに要件効果が書いてあると、こう思っとってください。いいですかね、要件効果というのが書いてあると、こう思っておいてもらったら結構です。で、大事なのは実はもう一個ありまして、条文の、ところですね、要件効果とね、書いてあるんですけれども、もしここに書き足すとしたらですね、要件効果をもちろん押さえるのも大事なんですけれども、要件効果の右に余白がありますんで、よかったらこれ書き足しといてください。条文には作られた理由があります。作られた理由のことを趣旨と呼んでいきます。
えば709条の趣旨、何のために作られたかっていうと、被害者の救済、これが1個あるんですね。怪我をしたとかね、被害を受けた、その被害者の救済っていうのがまず1個趣旨で入ってくる。それと同時に関係ない損害までは賠償させられないという加害者の利益にもちょっと配慮しているというところでね、作られた理由は実は2つあるんですね。被害者救済と、それからまあこれ損害の公平な分担というんですが、加害者に重すぎる負担を負わせないというね、そういうふうなまあ視点もありまして、まあ一応ここはね、趣旨必ずまあね、作られた理由はあるんだと。1個のこともあるし2個のこともあります。まあ一応メインとしてね、趣旨を覚えていただくのは一つでいいかなと思うんですけれども、まあ複数あるという場合もありますので、できたらまあ条文の学習の際にはこの趣旨、これも理解するようにしておいてくださいね。この趣旨についても理解必要と。書くかどうかは別としてね、趣旨も一応ね、理解の対象にはしておいてください。はい。まあ、そんなところでいいかなと思います、はい。13ページのところもそれ以外のところでも読み流しで結構ですんでね、読み流しで、まあ、読みたかったらね、ざーっとでも読み流ししといてもらったら結構かなとは思います、はい。13ページの3番ですいません、条文の性格で文ね、書いてありますが、ちょっとこれ書き間違いです、条文の文がね、なんか分けるになってますけどもね、条文の文ね、文書の文ですので、ちょっとごめんなさい、これ誤植が直ってないと思いますが、13ページの文ね、ちょっとここはな、ちょっとよかったら訂正しておいてください、はい。で条文には一応2種類あります。まあ、性質がね、2つ、ちょっと分かれるんですが、先にちょっと作業してもらいましょう。13ページの下、強行放棄と任意放棄と書いてますね。強行放棄、解説チェック入れておいてください。13ページの下ね、強行放棄、チェック入れておいてください。強行放棄、その条文の要件効果の通りに適用される。で、これに反する当事者の契約は無効と。はい。ということで、強行放棄、13ページの一番下ですね。強行放棄のところ、1行、解説チェック入れておいてください。で、これは、公法は基本的には強行放棄です。私法でも少しで、その、強行放棄になるものがありますけれども、強行放棄、公法はほぼね、強行放棄だというふうに思っておいてください。はい。それに対して、条文あるにはあるけれども、任意放棄と言われるものもあります。で、任意放棄って何なのか、下から2行目、解説してくれておいてください。当事者が異なる要件効果を定めた契約した場合には、そちらの方が優先。下から2行目ね、13ページの、下から2行目の矢印の後からチェックザーッと入れといてください、当事者が異なる要件効果を定めた場合にはそちらの方が優先と、これ任意放棄と言っていきます。まあ民法なんてまさにそうでね、民法の要件効果契約なんかではね、違う要件効果を定めるということはあったりしますが、そってあればこれは特約の方が優先すると、こういうね感じになっていきます。また民法のところでやっていきますんでね、そこはまあそのうち慣れるわというふうに思ってください。はい。14ページいきましょうか。はい。これもちょっと言葉の学習です。条文の、読み方ですね、これまあ早く慣れといてねという感じですけれども、またはともしくは英語ではオアで同じなんですけれども、ちょっと読み分けれるようにしておいてください。はい。縦の1またはもしくはなんですけれども、1タイトルにまずねチェック入れておいてください。タイトルにねチェック入れておいてください。またはともしくはで、イグザンプルに解説チェック1行入れておいてください。6行目です。ごめんなさい。6行目のエグザンプルです。6行目のエグザンプルです。人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処すると。こう書いてますね。はい。またはともしくはがありまして、これどう読むかなんですけれども、またはが大きな括りです。この人を殺した者はどうなるかというと、死刑か無期または5年以上の懲役。というまず括りになるのね。いいですかね。またはたのまず大きな括りです。で、無期または5年以上の懲役のところを2つに分けてるのね。懲役の中でも無期ないしは5年以上という形で分けてまして、要は大きい括りがまたは、小さい括りがもしくはというね、そういう読み方ができるとよりいいよという感じになります。はい。同じなのが、および並びにです。およびの方が小さい。並びにがでかいと、こう思ってくださいね。およびが小、並びにが大と、そう書いておくと分かりやすいと思います。はい。2番も解説チェックね、タイトル入れといてください。およびと並びに、タイトルにね、解説チェックを入れといて、で、
6行目のエグザンプルにも解説チェックを入れておいてください。6行目のエグザンプルね、入れておきます。取締役は法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守、こういう書き方になってますけれども、これ要は並びにが大ですので、法令定款総会決議、これをくくってるのね。で、法令定款、まあどちらもルールですけども、これを小さい法令及び定款という形で小さいものがここでくくられているということね。及びの方が小さい、並びにの方がでかいというね、それのくくりだとこう思っておいてください。はい、あとの3番以下は気にしないでくださいね。もうまずはもうね、基礎知識ですのでね、今の段階ではまああまり深入りしてもしゃあないですから、3番は4番ね、3456についてはもうバッテンね飛ばしていただいたら結構かなと思います。はい、とりあえずまあ法令の基礎知識ということで、まあ条文の読み方のねお話はここまでです。はい、でもうちょっとだけね、お話が続いていきます。15ページの第3節で条文解釈とリーガルマインドと書いてあります。これねちょっと板書を横に入れといてもらうといいかなと思うんですけれども、とりあえず入門講座の目標っていうのが後でまたお話ししますけれども、法を使いこなす力、これを身につけてもらいます。で、法を使いこなすって一体どういうこと？紛争、まあ事実ですね。法を適用するだけじゃなくて解釈適用するんです。法というのが日本語で書かれてるんですが、日本語で書かれてるけどもそのまんまの当てはめができない場合があります。先ほどの民法709条もね、過失という言葉があったと思うんですけども、過失って何っていう解釈がいるんですね。過失という日本語もちょっとよくわからないので、過失という言葉はできる限り解釈をして分かりやすく言い換えしなきゃいけないですね。こういう作業も必要なんだと思ってくださいね。条文の言葉が分かりやすい言葉であることはありますよ。売買の目的物はとかもう分かるわね。売買の目的物は、その売買の目的物は分かるんだけれども、過失となったら何という解釈がいるのね。要はこの解釈ね、これも必要な力になってくると思ってください。条文をまあ言い換えるというかね、そういう力です。でその条文の言い換え、次のページに、入っていきますけれども、やり方がいろいろあります。17ページまでも一気に飛んじゃったらいいかなというふうに思いますけれども、あ、ごめんなさい、そうですね、まあいいですね、17ページですね、17ページで結構かなと思うんですけども、その条文の解釈ですね、これはまあ大体下の方、括弧の3書いてますが、括弧 ABC、 この3つが多いと思います。括弧 ABC、 分離解釈、目的論解釈、反対解釈、この3つが多いかなと思います。なので括弧の3、ちょっと頭から解説してくれておいてください。17ページですけども、括弧3、括弧 A からね解説してくれておいてください。分離解釈で、言葉の通常意味に従ってそのまま理解と、から括弧の B まで入れておきましょうか。目的論的解釈、立法趣旨でちょっと飛んでに従って、で要件事実も飛ばして解釈する方法と、で要件事実をというのはちょっと置いといてください、ね、要件事実というのはちょっとまた違う意味が含んでくるんでね、目的論的解釈、要は趣旨に従って解釈と、こういう話だと思ってください。括弧の A の分離解釈は日常用語の意味通りに理解すると、こういう話だと思ってください。逆に括弧の C、 反対解釈することもあります。括弧の C 解説してくれておきます。反対解釈で1行目の後半、 A に類似するが条文には定められてない事実 B についてその定めと反対の結論を認めることと、はい、この3つが非常に多いというふうに思っておいてください。で、E は一旦ちょっと保留で結構です。はい、ちょっとこれ具体的に置き換えましょうかね。先ほどの不法行為の事案でいくと、他人の権利、故意過失で侵害の故意過失ですね。
実は括弧の A で解釈します。恋って何って、それはわざとでしょと。日常用語的な意味ですよね。過失って何って不注意でしょと。こんな感じでね。で、分離解釈、日常用語の意味通りに解釈する、これが分離解釈でして、これ比較的多いです。素直な理解ですね。だからまあ恋過失という時に、恋はわざとだと、過失は不注意。まあちょっと言い換えますけどね、不注意っていうのは要は注意すべきなのに注意しなかったということで、注意義務違反というふうに直していったりはしますけれども、日常用語的な理解を捨ていくというのが括弧の A と思ってください。でもそうじゃいかない時があります。括弧の B、目的論的解釈ということで、まあこれね、ポイントは趣旨に沿って解釈というね、それが解釈のお話でして、はい、ちょっと具体例挙げておきましょうか。はい、マンションの規約とかだとね、小動物は飼ってはならないと、こういうのがあったりするよね。この小動物って何と。で、この飼ってはならないの趣旨が、おそらくですけれどもこれだと思うんですね。匂いや音、この観点から小動物飼ってはならないになってるはずです。趣旨が匂いや音を防ぐんであれば、匂いや音の出ないものは小動物に入らないって理解できますよね。例えば金魚ね、音出ませんね。金魚がギャーって叫ぶとか、まあ絶対ないわけでね。それからまあね、何やろ、あれですわ、蛇とかね。蛇もたまにまあ泣いたりするのもあるのかもしれませんけどね。あるいはトカゲとかね。そういったもの、小動物、まあ日本語的には小動物に入るかもしれませんが、匂いや音がないものね。これは別にいいんじゃないって話になってくるわけです。なんかこういう解釈するっていうのもね、一つの解釈だというふうに思っとってください。はい。これがまあだから括弧の B、目的論的解釈で多いです。比較的多いです。はい、逆に括弧の C、 反対解釈です。これこのままできます。小動物は飼ってはならないということは、ひっくり返すと大きな動物は飼ってもいいみたいな、ね、そんな理解ですよね。これどうなのかなってね、家で象飼うとかね、そんなもちょっと考えにくい話でありますけれども、まあ、反対解釈というのは要はこのね、反対に理解ですね。小動物はダメ、じゃあ別に大きな動物はいいんでしょと、ね、中大型ね、 OK でしょというふうに読んでいくと、これは反対解釈をしていると、こういう感じになります。はい、次のページもちょっといっときましょうか。はい、18ページ括弧の F、 類推解釈、これもたまにあります、たまにありますんで、括弧の F 類推解釈もよかったら解説チェックを入れておいてください。18ページの一番上です。18ページの一番上にね、入っていきますが、そこも解説チェック入れちゃってください。類推解釈、事実 A についてのみ規定がある場合に、 A に類似するが条文に定められてない事実 B についてその定めと同様の結論を認めること。18ページの一番上ですね。18ページですよ。18ページの一番上の括弧の F、 類推解釈の一例、はい、マンションの規定で犬猫禁止とこう書いてたと思ってください。犬猫禁止で、まあこんなもん買う人いないと思いますけど、ネズミは、ネズミもダメ、これ類推解釈です。いいですかね。まあこれを類推解釈と言ってきます。まあひらがなで類推と書いておきますが、はい、犬猫禁止というね、ここにネズミはどうするかっていうね、これ類推です。反対解釈したらネズミは OK とこうなっちゃいますよね。まあ趣旨から考えると、匂いが出るもの禁止、ネズミなんてまさに匂いが出そうなね、そういうものでして、これはもうダメとね、チューチューと鳴いたりもしますしね、そういった意味でネズミもダメと考えていく、これ類推解釈とこう思ってください。はい、そういったまあ解釈の手法をこれからね、いろいろ勉強していくというふうな感じでもね、ありますので、まあこれもあの、法律家に必要なスキルだということでね、入門からしっかりとやるよとこう思っておいてください。はい。でちょっとすみません、その前提になってくるところをね、ちょっと一箇所飛ばしちゃってますけれども、これからの、ね、条文のまあ勉強なんですけれども、16ページの2番、法的三段論法、これはしっかりとねマスターできるようにしておいてください。16ページの2番に戻ります。16ページですね、縦の2番のところですけれども、法的三段論法というふうに書いてますね、そこのところにまあちょっとすみません、解説チェックね、くくっていただいてもいいかなと思うんですが、ちょっとすみません、私黒のボールペンでねくくっちゃってますが、こんな感じでね、ここの
2番ですけれども、説得手段としてというのはこのエグザンプルの周りですね、これをちょっとね解説チェックのようで書くとくといいと思います。この法的三段論法というのは皆さん論文書くときに徹底的に意識しておいてください。まあ、論文書くときにっていう、まあ、このまま書いてもね、書かなくてもいい場面ももちろんあるんですけども、これから人を説得する際にはこの法律で説得する際にはね、この三段論法というのはしっかりとね、理解しておいてください。で、三段論法って何というとこんな感じです。まあ、16ページも目をね通してもらったらいいですけども、エグザンプル丸の1、人の身体傷害すれば15年以下の懲役等に処せられる。大前提と書いてます。丸の1は言い換えたら条文の要件効果と思ってください。要件効果丸の1です。で、要件効果の要件に丸の2ですね。公は乙を傷害した。要件にあたる事実を示す。要件にあたる事実を示すとどうなるか丸の3。公は15年以下の懲役に処せられるという具体的な効果が出てくるのね。これ法的三段論法って何なのかというと、言い換えると要件効果という条文に事実を適用するという姿勢です。いいでしょうか。これを法的三段論法と呼んでいくと、要件効果があります。で、その要件にあたる事実があります。よって効果が生じますというね、これを三段論法と言ってきまして、これ受験業界ではね、間違った三段論法を教えられることがありましてね、問題提起、規範、定律、当てはめみたいなわけのわからん法的三段論法を言っている人がいますけれども、元来の法的三段論法はこれでね、条文の要件効果に事実を要件当てはめて効果を出していくと、これが法的三段論法だと思っていただいて、で、論文でもこのね、要件効果を意識して要件にあたる事実があるよって効果が発生するというね、そういうふうな書き方をしていかなきゃいけないと、こういうふうなねスタイルをちょっと身につけておいてもらえるといいかと思います。はい、そういうところで、まあ、解釈とそれから法的三段論法ね、ちょっと必要なスキルにはなってきますけれどもね、その辺をちょっとね、復習の時にもちらちらと読んどいてください。はい、18ページにちょっとテキスト飛びます。はい、18ページ飛びますと、はい、下の方で4番、論点とは何かと書いてあります。論点は解釈が割れるところとでも思っとってください。解釈が分かれるところを論点と言っていきます。で、解釈分かれるところは基本的に判例に沿ってください。18ページの4番ね、論点とは何かと書いてますけれども、まあ、解釈の分かれるところとでもね、メモを入れといてください。解釈分かれるところ、で、これは判例通説をマスターしてください。まず判例通説の理解です。しかしながら解釈分かれるところは常にあるかというと、そうとは限りません。条文の一部分にしか解釈分かれるところはないということもありますんでね、あくまでも解釈も分かれるところ一部分に過ぎないと思ってください。学習の一部分です。いいですかね。学習するべき要件効果の一部に解釈に対立があって、そこは確かにね、解釈分かれるところは判例を抑えなきゃいけないという感じになってきますけれども、何が言いたいか、ちょっとこの4番、受験業界論点ばっかりやる人がおるんです。論点ばっかりやっても条文の要件効果の一部だけしかやってないということになっちゃうので、それでは勉強としては不十分ですよという意味だと思ってください。なので、あくまでもね、条文の要件効果のごく一部分に解釈論点があって、で、ごく一部分の論点について判例と通説があって、それをマスターすればいいということで、論点主義にならないでねっていうのが4番の、まあ、一応私からのメッセージだというふうに思ってください。まあ、テキストそのまま読まなくて結構です、ね、ここのちょっと板書で追加しておきます。解釈が分かれるところ、まあ、論点と言いますけれども、ここばかりにならないようにと、あくまでも要件効果の一部です。ということで、
論点ばっかりやる論点主義ですね、これは NG と思ってください。ちゃんと条文の要件効果のね、どこに解釈があって、まあ確かにそこの解釈も大事なところであるけれども、それ以外の解釈対立しないところもね、大事にしていてください。民法709条だと、故意過失には解釈対立ありません。損害と因果関係には若干解釈に対立があります。でも条文当てはめるときには全部の条文の要件に当てはめしなきゃいけませんので、なので論点ばっかりやってたんじゃこれは論文書けません。なのでね、論点まあ読んでいただいたら結構ですけれども、ね、そこの4番のところ本文読むよりはここの板書のところをね、よかったらね、ちょっとマスターしておいてほしいなというふうに思います。今ちょっと板書してるとこね、解釈分かれてるところ、ここばっかりにならないようにね、それはちょっと勉強の中では意識しておいてください。はい、それを踏まえて、19ページで、一旦ね、このテキストからはまあ一応おさらばじゃないですけどね、一応何ちゅうかな、前半の講義のね、一応1週目の、前半の講義でのね、法の概略に関してのお話はまあここでね一旦おしまいということになりますが、ただもうちょっとすみません、前半のラストにテキスト1ページちょっと戻ってください。はい、テキスト1ページに戻ってください。これからの勉強は常にこの目線で勉強していってください。縦の1番、1ページです。第1章、司法試験合格への道と書いてますね。これからの勉強は合格のためというのを常々意識しておいてください。よく法律家を勉強する人、法律家を目指してね、法律勉強する人にあるんですけども、正義を追い求めるみたいなね、正しいのはこれだってね、そういうふうに追い求める人がいるのが違う。合格が目的で、合格するために何がいるっちゅうと、横の一番の5行目真ん中、必要な学識およびその応用能力と書いてますね。まあ解説チェック入れるなら入れてもいいかなと思うんですけどもね、法が、横一の5行目の真ん中です。必要な学識および応用能力、何かっちゅうと法律の最低限の知識とその使い方です。いいですかね、その最低限の知識、要件効果に関する知識とその応用能力で、応用って一体どうするかっていうと当事者目線で使うというね、そういう話になってくるんですけども、そこをちゃんとマスターしましょうと、これが司法試験で必要な力です。問題解く上ではね、条文に関する知識プラス応用能力、まあこれは当事者の立場でというのをね、意識しておいてもらうと非常に使いやすくなるかなというふうには思います。はい、論点ばっかりやってるとね、その応用能力がつきませんのでね、その論点主義にならないようにね、ここもまあ関連するところであるんですけれども、知識そこを追い求めるだけじゃなくてね、その使い方ですね、その使い方というのもね、非常に大事なんだよというふうな形でね、これから勉強していきましょう。はい、あとすみません、横1話もそれで結構なんですけれども、レジュメもごめんなさい、ちょっとだけお話をさせてもらいます。はい、レジュメの1ページちょっとね、見ていっていただけたらとは思うんですけれども、はい、レジュメの1ページ、前半あと5分ほどで終わります。レジュメの1ページ、はい、こちらちょっと目を通してもらえたらと思うんですが、これからまあ私の講義の中ではね、テキストにあちこちマーカーを入れていただくと、で民法1回目から早速マーカー5種類ね、使っていくような感じになります。で解説チェックになっているところね、1つ目解説チェックとね、ごめんなさい、表の中1つ目解説とね、種類書いてますけども、これはもう覚えなきゃしゃあないっちゅうね、そういうところになります。まあ要件効果で争いのないところとかね、趣旨とか、まあそういったところがね、この解説チェックの対象になってくるよということで、まあ解説チェックと聞いたらね、まあ色としては黄色がおすすめという感じでね、思っておいてください。はい、レジュメ1ページのお話です。で、2つ目のマーカー以下、これは解釈に対立があるところで使っていきます。2つ目の問題チェック以下ですね、これは解釈の対立があるところで、対立点があるよ、こっからは復習の際頭を使って考えるモードにしてくださいと、こういう時にね、この問題チェック以下の色になります。で、問題チェックは緑色をおすすめします。考え方が分かれるところですね。これを問題チェックというふうに指示していきます。それ以外にも練習問題とするべきところも問題チェックにします。なので問題チェックのね、ところは論点、いわゆる論点です。いわゆる論点になるところをね、問題チェックというふうにしていきますし、プラス練習問題になるところもね、問題チェックをしていきますので、この問題とかん、チェックね、色を見たら、あ、こっからは考えるモードになろうというね、覚えるモードから考えるモードですね、ちょっとモード展開ね、切り替えてもらえたらと思います。で、論点については自説必ず論文では示す必要があります。
自分が持つべき結論、これを4つ目、結論チェックしてもらいます。論点での自分の説ね、結論チェックと。で、これはピンク、おすすめしています。で、その結論を出す理由付けを理由チェックというふうに言っていきましょう。これ、オレンジをおすすめしていきます。はい、ということで、まあ、チェックの色ね、これから、まあ、一応ね、最低限この4種類はどんどん使っていきますので、まあ、理由チェックはオレンジ、ね、結論チェックはピンクみたいにね、そういうような感じで使ってもらえたらと思います。はい、あとすみません、ちょっとね、駆け足になりますけれども、他説チェック、考え方分かれるところでね、まあ、他の説も見といたらというところですね、これは他説という形で、まあ、水色なんかは使ってもらったらいいかなとは思ってますけれどもね、そこはまあね、5色目のマーカーせずにね、もう波線なんかにしてしまうというのもまあありなのかなとは思ってます。これね、復習の時の頭の使い方が違いますからね、解説チェックのところはとにかくまあ覚えなきゃしゃあないという形になりますけれども、まあ、まずは納得して覚えるという作業をするのが解説チェックのところです。それが他の解説チェック以外のところはどうなるかというと、まず納得です。暗記はまずは入れないでほしいと思います。覚えようというのはまずは納得してください。論点については復習の時理由付け、分かる分かると、この理由からあこの結論出るんだなと、こういうの納得してください。復習する時なんですけども、問題チェック以下のところはまずは納得ね、理由チェックで書いてあるところを納得する、結論チェックしたところを納得するっていうね、そういう復習するんですけれども、理由から結論、これをまずは導き出せるかどうか納得してみてください。で、勉強進んでくると、結論から理由を逆算するっていうね、そういう勉強の仕方もできますので、理由と結論行ったり来たりというふうに勉強が進んでくるとね、ここの論点のところの勉強の仕方はそういう使い方もできますので、そこはちょっとね、使い方、論点でのね、その学習の仕方っていうのをね、ちょっとこういう形でやってもらえたらと思ってます。まあ、暗記は結果ですんで、まずは復習しっかりというね、そういうふうに持ってください。あとはまあ、ランク付けもね、WA、ABCD とやっていきますけどもね、B 以上が論文対策と思っとってください。B 以上が論文対策で、CD はまあね、これは、使う、論文ではもうまず使わないぞっちゅうね、そういう知識ですので、まあ、2年目以降の卓越の勉強とかでね、深くやってもらえたらいいかなという感じになってきます。はい、で復習もこれね、繰り返しを意識してください。納得して繰り返すっちゅうね、そういう意識を持っとってください。忘れるのもしゃあないんでね、人間ね、特にまあね、年いくと僕もそうですけどね、もう40近くなってくるとね、新しいものを入れたらね、古いものが抜けるっていうところてん方式になってしまいますんで、まあ、もうしゃあないですね、とにかくこれも繰り返すしかないのでね、復習の仕方次のページでまたお話ししますけれども、できるだけ繰り返すというね、そういう意識を持っとってください。で、書き込み一番下書いてますが、一元化していってくださいね。あちこち書き込むのはやめでね、もう書き込むのはテキストかレジュメという感じにしておいてください。で、おすすめなのはテキストです。で、できたらこの配布しているレジュメもテキストに織り込む、ね、コピーしても貼り付けてしまうとかね、そういう感じでこのレジュメとテキストも一本化しちゃうと、そういう形でもできる限りこのね、テキスト一本化しても、これさえ見れば必要な情報がアクセスできると、こういうふうにしていただくと復習するときにね、いいし、あとあと読み返すときもこれをもう一回見れば何でも復習できると、あれどこ書いたっけっていうね、そういうロスほどもったいないことはないのでね、それはね、書き込むのも一元化していただけたらと思います。はい、すいません、前半が若干長くなってますが、2ページもちょっとだけお話しておきます。まあ、これは繰り返し繰り返しね、ちょっと読んでもらったらいいかなとは思うんですけれどもね、基本的な勉強の姿勢ですけどもね、どうしてもこう勉強をね、やっていくと、なんかこう、一個一個潰していくっちね、目の前の一個一個潰すっちそういう意識になりそうなんですが、まずは全体像を見てほしいなというふうに思います。まあ、レジュメ2ページ一番上のところね、まずは全体像で、民法だったら、相続、物件、債権とか、まあ、いろんなこう分野があるんですけどね、今どこをやってるかっていうのはちょっとね、常々意識しておいてください。ね、2ページの一番上、勉強するにあたっての必要な勉強姿勢ですけどね、その一個一個目の前のことをやるのも大事ですけども、全体の中の今どの辺というね、その辺の意識もね、やっていただけるといいですが、まあ、これは講義の中でも必ずね、私言っていきますんでね、この、今やってるのはこういう位置づけだよというところをね、お話していくので、まあ、そこはね、全体像をイメージしやすいかなというふうに思います。はい、あと、どうしてもこう手が広がりやすくなるんですけどもね、手を広げすぎないように、チョボの2つ目、最低限度マックスはテキストです。
これを超える勉強はやってもやってもね、キリがない、ね、まずはこのテキストにあるところをね、マックスにしてそこを確実にしてください。小試験でよく言うのは100ある不正確な知識より10の正確な知識というふうに言っていきます。100不正確な知識あっても論文書けないんでね。なので100の不正確な知識よりも10の絞った正確な知識というね、それを少し意識しておいてください。はい、もうここテキストのレジュメの読み上げになっちゃいますけどね、3つ目やっていくと分かります。前の方でね、民法のテキストの50ページぐらいでものすごい難しいのがあるんですけどね、そこ分かんないほっといてください。一周戻ってやってくると、あ、なんだそんなことかというところもありますんで、前からやって分かんないところは一旦保留で進めていって、で最後に戻ってきてもう一回やると、そういうところもありますんでね。なので焦らずに、もうとりあえずは前の方で難しいとかあってもね、一旦ちょっと保留で進めていく、とにかくまあね、前に前にという感じで進めていってください。はい、あとはもう納得ね、何回も言うようですけども、納得を繰り返すね、おすすめは2週で4回というね、そういう復習方法ですけれどもね、ガイダンスなんかでもねちょっとお話はしていくところではありますけれども、次の週までに2回復習する、ね、毎回講義が日曜日にありますけどね、次の講義までに今回やったところは2回復習する、これは必ずねやっておいてください。でプラス前の週やったところも 1,2 回やると、こうやって復習をね、繰り返してもらえるといいかなと思います。はい、まあガイダンスなんかでもお話はしますけれどもね、5月の12から民法の 1,2 回目が始まっていきますけれども、12から19の間に 1,2 回目を2回は復習する、19から26の間に 3,4 回目を2回復習するんじゃなくて、前の週の 1,2 回目のところも 1,2 回やると、5月26の次が、6月の、2になるかなと思うんですが、ここも、ね、5回目6回目2回やるだけじゃなくて、3回目4回目も 1,2 回はやると、こういう感じでね、その週の復習を2回やるだけじゃなくって、前の週のところやったところも 1,2 回は重ねて、ね、こうやることで全体が 3,4 回復習できることになっていきますので、かなり濃密に頭に入りやすくなると思います。はい、まあ、ちょっと復習の仕方ですよね、この辺のところもね、ちょっと意識してもらえるといいかなとは思います。はい、あとまあ一つ目、基本的な知識、指定のところね、もう軽く読み上げるだけになりますけどもね、もうとにかくもう板書たくさんありますんでね、どんどんね書き込んでいってくださいね、IC レコーダーね、取っていただいて、僕ちょっと早口なんで、ね、聞き取れない書き取れないというのはずーぶんたくさんねあると思うので、 IC でもう一回講義の後ね聞き直してみるというのね、それはぜひぜひねやってもらえたらと思います。あとまあライブ講義ね受けていただく生クラスの方ですね、どうしてもこうね、あの病気とか仕事とかね、そういう形で一週休むとかね、そういうのが出てくるとは思います。で学生さんだったら試験ですよね、試験の時とかとどうしても学校の試験を優先して、あのライブクラスはちょっと遅れるっていうね、それあると思うんですが、これもしゃあないのでね、とりあえずもう遅れたらしゃあないですけども、とにかくついていく。で一番やりやすいのはこれ科目変わったところで合流再合流でね、これ多分一番しやすくなりますんで、ちょっと遅れたなとなってもね、科目代わりのところで再合流するというふうにやっていくと、またあのコンスタントにね続けていけるかなと思いますんで、一番まあ基本的な姿勢の最後のところですね、科目代わりから再合流とかね、その辺もまあできたらね、意識しながら、まあちょっと遅れても大丈夫ね、とりあえず入門ついていきながら遅れた分リカバーしようと、こういうふうにね、しといてもらえたらいいかなと思います。はい。で、復習するときのね、やり方は2番の下の、2ページの下の方にね、書いてあります。まあ、よかったらね、ちょっと一読しといてくださいという感じでね、時間の兼ね合いがありますので、ちょっと前半はこの辺でということにしておきたいと思います。はい。ちょっと一旦休憩入れましょうかね。10分ほど休憩取ってください。はい。
そしたらじゃあ後半の方に入っていきましょうかね。後半21ページの、まあ、実態法と書いてあるテキストのところですね。テキストと、まあ、レジュメ行ったり来たりというね、そういう感じになっちゃいますけれども、まあ、21ページ以下で、これから学習する、まあ、主要科目ですね。7科目ありますけども、7科目の概略を70分では全部言えませんので、ね、もうここも県民県に絞ってね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思ってますが、まあ3科目ありますんで、1科目20分ずつぐらいのね、そんな感じで、もう軽くで結構です。本論編に入ってからね、がっつりとたくさん勉強しますんで、21ページの実態法以下ですね、そこはもうね、今日のところは触りだけと思ってください。で、まずは憲法がね、第1章で書いてあります。まあ憲法をね、ものすごく抽象的なルールでめっちゃ勉強しにくいねっていうところあるんですけども、まあこの憲法って一体何なのかというと、実は人々の幸せのためのルールと、こんな感じになります。皆さん一人一人で、様々な能力を持って生まれてきているというね、非常に素晴らしい存在であるというね、それが出発点です。人は生まれながらにして最大限尊重するべき生き物だというね、この発想があります。でその中でどう考えているかというと、その貴重、とっても大切な人ではあるけれども、複数人と生活していると必ずルールがいるんです。でもルールがおかしかったら人々は不幸せになります。まあ近年ちょっとおかしなルールがたくさん出始めてますけどもね、これちょっと江戸時代にね、タイムスリップしていただいたと仮定するとね、こんなのがありえたわけね。犬猫殺したら死刑みたいなね、あるいは犬猫どうか生類アルミの霊ということでね、蚊潰してもあかんとかね、そんな話でまあなりうるわけですが、そんなルールができたら困る。なので憲法でルール作りを縛りましょう。これが憲法の役割と、こう思ってください。なのでこの憲法の形とね、いろいろまあ書いてはいるんですけれども、この確かにまあ社会ではルールがいる、ね、ルールはいるんだけれども、変なルールができたら人々困るというね、そういうところがありまして、ちょっと抽象化すると、ルール作りのルール、これが憲法だと思っていただいたらいいかと思います。はい。まあ、私は結構ね、ツイッターなんかをしたりしますけどね、ヘビーユーザーというほどでもないですけどね、これが明日からツイッター禁止令とかね、ちょっと待てっていうね、話になってくるわけね。まあ、変なルールができたら人々の幸せが壊れるというね、そういうところで、まあ、ルール作りのルールと、ね、これは別の言い方すると、横の位置、青文字で書いてあります。国家権力の乱用抑制、国民の権利自由を守るっていうね、そういう話になっていきます。まあ、ルール作りのルールっていうのとほとんど同じ意味になりますけども、21ページ横の1、よかったらそこでのところにでもね、解説チェック入れといてください。国家権力の乱用を抑制し、国民の権利自由を守ると。はい、主人公は国民です。いいですかね。主人公は一人一人の国民です。国民の幸せのためにルールはいります。ルールはいるんだけども、変なルールができたら国民の幸せが壊されるということで、ルール作りのルールをしようと。ね、昔の、まあ、悪大官とは言いませんけどもね、ものすごく人々を苦しめた悪い王様ですよね。それを想像すると、確かに悪い王様が来て、で悪い王様によって変なルールができたら国民苦しめられると。ね、国民の働いたお金ですね。これは8公2民だとか言ってね、8割税金で取り上げるとかね、ちょっと待てっちゃう話になるわけですよね。だからまあそういった変なルールができないようにというね、そういうことでこの憲法があると。こう思っておいてください。まあ、変なルール、変な運用、まあ、運用もそうですね。変なルールが作られない。変な運用がされない。そのために憲法があるというふうに思っていただいたらいいと思います。まあ、国家権力の乱用抑制。国民の権利自由守る。ね。目的は国民一人一人の幸せです。国民の権利自由ね。そこのところが、まあ、一番のこうね、目標だと、こう思ってください。そのために、ルールを作るという国家権力、ルールを運用する国家権力、これに縛りをかけるというね。まあ、イメージ的には、檻に囚われたライオン、イメージしてください。国家権力がライオンです。でも、ライオンは何するかわからない。なので、憲法という檻に閉じ込める。こういう発想です。ライオンが野に放たれたら大変なことになるということでね、国家権力を乱用に、ライオンに見立てたらいいですね。で、憲法というのがそのね、檻みたいなね、そういうのをイメージすると、まあ、憲法ってそうなんだとね、ルール作りを縛り付けるというね、そういう話だと思ってください。まあそれが近年のね、なんか政治の情勢の中では変な風に憲法をね、考えてる人がいますけどもね、なんか国家のね、理想を語るものだとかわけのわからんことを言ってる人いますけどもね、それはもうありえないお話でね、近代の憲法からすると、ルール作りのルール、ルールを縛る、
ルールであると。まあ、こんなイメージをね、持っておいてください。はい。まあ、21ページチェック入れるのはそんだけです。で、22、3ページいろいろね、書いてありますけれども、まあ、22ページでね、書いてあるのは、憲法はルール作りのルールで 見方を変えると、様々なルールよりも一段上の存在になります。憲法に違反したルールは全部無効という形で、国家の法律群の中でいくと、一番頂点。これにあると思ってください。まあ、22ページの一番上に最高法規制と書いてますね。最高法規によかったら解説チェック入れておいてもいいと思います。憲法って何中と、国のルールの中では最も効力の強いルールということで、最高法規、まあ、98条1項とかも書いてますけどね。まあ、それもまあ興味あったらね、一読しておいてもいいかなと思いますが、まあ、今は結構です。はい。で、何のために憲法があるか、中のがその下横の2番。憲法の体系というね、そこになるんですけれども、2行目です。縦1、2行目。よかったら解説してくれておいてください。憲法の根本的な考え方は、一人一人の個人を大切にする。で、人は皆、人であるがゆえに最高の価値を持つ。で、これをイコール、個人の尊厳と。こういう言い方します。はい。まあ、憲法では13条前段が一番中核になるというね、言われておりますけれども、この憲法の一番大事にしたいものは何かというと、一人一人の幸せだと思ってください。いいですかね。国民一人一人の幸せのために、国家権力というライオンに檻をね、閉じ込めて枠をはめると。こういうふうな発想をね、持っていただけるといいかと思います。はい。23ページにピラミッドがまだ別に書いてありますけれども、まあ、このピラミッドはまたね、本論編に入ってからお話ししますんでね。まあ、今の段階では、憲法の一番大切にしているのは何か、ね、その国家のルールの中でも一番上にある憲法。この憲法が一番上にしているのは、13条前段、個人の尊厳。これなんですね。個人の尊厳を守るために憲法があると。こういう理解をしておいてください。なので23ページ、ピラミッドの中、13前段、解説チェック入れておいてください。13前段。で、右の個人の尊厳、これもチェック入れておいてください。で、この個人を個人として尊重する。個人の尊重として一番大事なのは自由の尊重ですよね。何も言われない、ね。何も拘束されない。これは個人の尊重で最も大事なはずでね。ああせえ、こうせえ言われたら嫌ですよね。僕のね、子供もまあ小学校2年生の時にね、小学校に対する不満でね、ああせえ、こうせえ、うるさいとかで、ね、なんかテスト用紙に書いてね、書いてきたことありましたけどね。まあ、要は自由が大事ね。もう生まれながらにして持ってる個人。自由であることがやっぱ個人の尊重として大事だとかね。まあそういうことで、個人の尊厳から様々な何々主義という言葉が出てくると。で、この何々主義という言葉を具体化したのが人権の条文でとかね、そんな風にまあ理解をしていきますが、まあ本論編でやりますんで、今の段階ではもうあまりここは深入りしないでください。はい。ということで、まあ22ページ、23ページね、特にノーチェックね、まあチェック入れるとしたらもうね、最高法規のところと、個人の尊厳13条前段もここだけで十分です。ね、その他のところは深入りしてもね、分かりにくい哲学が書いてますんで、哲学的なところはもう一旦置いといてください。はい。24ページ。入りましょうか。はい、24ページに飛びます。まあ、憲法ってどんなものというのをイメージするためにね、横の3番は飛ばしていいでしょう。その下、第2節で基本的人権の保障と書いてます。憲法の一番の尊重は何かと、個人の尊厳です。個人の尊厳を具体化すると、個々人が持っている人権を最大限尊重しよう。こういう考え方になるのね。個人を一人一人尊重しようという考え方があるから、第二節、人権の保障。で、憲法の大半って言ったら早いんですが、論文で出る出題範囲のほとんどは人権から出ます。個人の人権の分野からもう出ますんで、まあ、とにかく憲法の学習はこの人権の分野をしっかりマスターするというね、論文の9割と言ってもいいかもしれませんね。9割型の出題はもうこの人権からと、論文ですよ。択一はまんべんなく出ますけどもね、論文で出るのはまずこの人権からということで、まあ、1年目の入門講座ではこの人権の論文書けるようにというね、こういう目線でもちょっとね、勉強してもらえたらいいかなというふうには思っております。はい、ということで、まあ人権、まあ様々な人権がありますね、25ページ見ての通りで、横の2番人権の種類、まあ別にチェック入れなくて結構ですよ。基本的包括権とか言って13条で、ね、プライバシー権とかね、平等権とかね、そんなのが、あったりとか、あるいは2番、
精神的自由権とかね、経済的自由権とか、まあいろいろあります。まあ様々な人権がありましてね、それぞれの人権というのを、まあ憲法では勉強するという感じなんだと思っててください。でも今これもう覚えてもしゃあないんでね、いずれやることなので、この中で見ておいてほしいのは、25ページの一番下の枠、空白がありますんで、そこに書き込みをちょっとだけしといてください。人権はおおむね3種類。色変えたら変えてね、すみません。3種類ありまして。はい、国家からの自由。国家による自由。でちょっとまあ意義が変わりますが、参政権、まあおおむね人権自由っていうのは3種類に分類できます。で憲法が想定している紛争はというと、公法ですので国民 VS 公権力というね、こういう場面を想定してます。ここ書くとまずかった、ごめんなさい。 VS も一旦消します、ごめんなさいね、一旦消します。国家からの自由、国民と公権力が対立する場面ではあるんですけれども、国家からの自由、干渉するなという権利が国家からの自由のに分類されます。別名自由権と言います。はい、人権大きくちょっと分類ね、分類の仕方だけちょっと軽くね、押さえておいてもらったらいいですけども、国家からの自由という自由権というのがあります。で自由権、まあ一つの例は思想良心の自由って言いましてね、19歳頭の中で何考えると自由だと、これが思想良心の自由なんですが、これは別の言い方すると公権力から何考えようとも干渉されない自由、権力に対して俺が何考えると自由だから干渉するなと言える自由と、こういう感じになってくるのね。同じように信教の自由とか宗教の自由、信教の自由とか学問の自由とか表現の自由も同じね。私が何を表現しようと自由だ、何を信仰しようと自由だ、何を、ね、学問で学習しようと自由だ、だから干渉するなと言える自由、これが自由権だと、こう思っておいてください。はい、自由権全体にこの干渉するなというね、ここが入ってくると思ってください。他方で国家による自由に分類されるのが、まあ社会権と言っていきます。で社会権は例えば何かっていうと生存権っていうのがありましてね、生存権は一体どんな権利かっていうと、サービスしてくれと求める権利になります。最低限度の生活を営むような収入もないので生活保護くれですよね。イメージしやすいのはそれです、ね、最低限の生活収入もないので、ね、生存権の一環として生活保護を支給してくれというふうにサービスを請求する権利、これが社会権と思ってください。まあ教育受ける権利もそうですね。教育受ける権利も、まあ、イメージしているのは小中学校の義務教育ですけども、小中学生が国家権力に対して教育のサービスを提供してくれと言える自由だと、こんなふうに理解していきます。はい、そんな形で、まあ、社会権というのは基本的には権力にサービスせよと求める権利だと、こういう理解をしておいてください。はい、参政権はちょっと独特です、ね、要はまあ選挙権とかね、要は政治に関わる権利、ね、国の行く末決めるね、それに関わる権利ということで、まあ普通にこれ考えると選挙権ぐらいしかないというね、そういう感じはなります。はい、ちょっとまあここはまあ選挙権と。はい、国民公権力。
勉強など。ちょっと広い言い方すると、運営に関わる権利と、こんな感じです。公権力の運営に携わる権利、これをまあ参政権というふうに言っていったりします。まあ、立候補の自由とかね、あったりしますよね。あるいはまあ投票の自由。それ以外にも公務員になる自由とかね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、この参政権というふうに分類される権利もあるよということで、まあ、一応はこの人権の分類ね、3分類あると、まあ、ちょっとね、頭の片隅にでも入れといてください。あんまりね、これを勉強したからってね、論文書けるようになるわけじゃないですけれども、とりあえずはね、この人権の分類としては、このまずは、大きくは3つ、ね、あるよというところを知っておいてください。はい、で大事なのは論文書けるようにというところでね、論文書くという観点からするともう少し当事者の目線というのを入れていった方がいいということにはなりまして、レジュメの3ページをちょっと開いてみてください。必ず紛争を想定しながら考えてください。はい、レジュメの3ページで、人権の学習の際に大事なのはどういう紛争場面で使われるのかというその場面ですね、適用場面というのをね、必ずちょっと意識しながら見ておいてください。で、一つ例を挙げています。私、まあ昔ね、生レバーっていうのがね、自由に食べられた時代ね、ものすごく大好きでね、焼肉屋行ったら生レバー絶対注文するっちゅうね、それがものすごい好きだったんですけれども、まあある時24年だったかな、平成ね、生レバー食べられなくなっちゃいましてですね、それにちょっと僕は怒ってましてね。でそこに対して、例えばこれがおかしいと、生レバー規制法おかしいというふうに訴えたくなる場面を想像してみました。で、そこに書いてあるイグザンプルですね。生レバーの、まあ、食べる自由じゃなくて、これは食肉店のね、側の事例で考えてますけども、お肉屋さんで今までね、生レバー提供してきた。なのに生レバー規制法であかんくなった。でも、ちゃんと殺菌して出してる中問題ないだろうと思ってる人が逮捕されちゃったと。まあ、この場面で、この食肉店経営してる人からすると、二通りの主張があるはずですね。どんな主張かというと、生レバー規制法という法律自体がおかしいと。法律自体がおかしいというのを法令違憲という言い方をしまして、すみません、3ページの中でいくとね、ちょうど真ん中あたりでアンダーライン引いてますかね。アンダーライン引いてる行の末、見ていただくと法令違憲って書いてますよね。当事者の主張としては、まずは法律自体がおかしいという主張ですね。これがまずあり得るんだと。法律自体が営業の自由という憲法上の人権を侵害してて法令違憲だと、こういう主張がまずはできるようにねというふうに思ってください。まあ、将来的にはね、できるようになると思いますので、とりあえずまあこの紛争の中で使う憲法を使って、こういう形ね、その当事者市民の側で不満を考えて、その市民の立場で法令自体がおかしいというふうにまずは構成できるようになっていきましょうねと。もう一個主張があります。産業下見ますと、 A さんからするとちゃんと殺菌してやってるんだから、私に生レバー規制法適用するのおかしいでしょと。生レバー規制法の目的はそういった食中毒とかを犯さないというのが目的のはずでね、そういった観点からすると私を処罰するってのはおかしいだろうと、適用がおかしいと、こういう主張で、別名適用違憲というね、こういう形します。この生レバー規制法を自分に適用するのがおかしいということで適用違憲と。はい、こんな形で憲法を使っていきますんで、ね、実際の司法試験の問題でもね、こういうふうに当事者の立場でまずは訴えたい側ですね、違憲だ、憲法違反だとね、訴えたい側の目線で考えます。で、おおむね法令違憲適用違憲のどちらか、まあ両方の場合もありますけれども、それをちょっと考えていくということで、憲法でも実はね、当事者目線、民法で考えるのと同じようにね、まずは原告側、次被告側みたいなね、そういう形で、まあ、考えるという視点は非常に大事になっていきます。まあ、ちょっとこの事例そのものは刑事事件にはなっていくんでね、刑事事件のちょっと頭の使い方も必要になってくるんで、まあ、今の段階では、とにかくね、不満に思う市民の側の主張、これを考えていこうと。で、それが考えられたら次に国側の反論、公権力側の反論というのを考えていこうと。そういうふうにね、この民法ではないけれども憲法でも主張反論というのをね、ある程度意識しながら考えれるといいぞと。まあ、
慌てないでください。ゆくゆくはというね、そういう話なのでね、そこはまあそのうちできるようになるかというね、そういうふうに持ってもらったらいいかなと思います。はい。とりあえずまあ人権での学習ですね、非常に大事になってくるのはこの主張反論を考えるね、特に法令違憲なのか適用違憲なのかっていうね、その見極めですね、両方になることもありますけれども、そのどちらを主張するのかで体系が変わります。主張の仕方が変わるというふうにでも思っておいてください。はい。まあ、3ページのところはまあざーっと流し読みね、しといてもらったらいいと思います。まあ、これからやる憲法ってこういうふうな目線でやるんだというね、そこだけね、意識しておいてもらえたらと思います。で、4ページ入っていきますとちょっと細かくなります。もうここから先は好きな人だけやってくださいっていうね、そんな感じでもうちょっと難しすぎるんで、憲法入ってからでいいと思いますね、本論編入ってからでいいと思いますんで、もう今の全体構造の中ではまあ気になる方だけ読んどいてください。で、理解できなくてももう全然今は OK ね、憲法の法令違憲ってまあこんな風に主張するのかふーんというぐらいね、それぐらいにしといてください。まあ法令違憲言うときには大体は人権に対する制約でおかしいと、こういう主張を当事者はしていきますので、まずどんな人権の問題か、で次にどんな制約がされているか、でその人権の中身と制約の強弱、これを見ながら許されないという理屈を立てていくと。まあここがなんかね、審査基準を立ててみたいなこうちょっと技術的なところになっていくんですけれども、まあそこはもう憲法入ってからということでいいかなと思いますんでね、もう今の段階ではもうね、軽く読み流し、ふーん、そうやってやるんですねと、もう分かんなかったら分かんないで飛ばしていただいて結構なんでね、ここのところはまあ本論編でがっつりやるよというふうに思ってください。はい。ということで、まあ、レジュメの4ページまでおしまいです。で、5ページ以下ね、人権の分類とか、まあ、書いてありますけれども、まあ、ここのところもね、テキストの、まあ、ちょっとした整理にすぎませんので、まあ、気になる方はざっとでも見といてください。もうね、憲法そのものについて、今日深入りする時間も余裕もないしね、今日やったところでね、何も身につくわけじゃないし、ちょっと変だけどもね、その、論文解くという観点からすると、もう今度は20分やそこらで喋りきれるものじゃないっていうね、そういうところありますので、そこはまあそういうのを勉強するんだなというね、そういうふうに思っててもらったら結構です。はい、憲法に関してちょっと最後8ページに飛んでください。レジュメ8ページ。はい、レジュメ8ページで、憲法を勉強するに際しては、他の科目との連続性というのを、ね、常に意識しておいてください。他の法律を結構前提にした感じになります。他の法律の考え方ですよね、これを結構ね、取り入れた科目になっていきますので、できたらまあね、先取りクラスの方がごめんなさいって形になってしまいますけれども、県民とかねやってからの方がまあ頭入りやすいというふうに思いますが、もちろんね、県民 やらずにいきなり憲法からでもまあできなくはないですけれども、できれば他の科目をやった後もう一回戻ってきてね、しっかりとこう理解し直すという形でやってもらえたらというふうに思ってます。で、予備校型の、まあ問題の一番のところにはなりますが、行政法と憲法は後方形で不可分なので、できたら県行は一気に勉強してください、ね。これはもうこのライブクラスであればね、特に問題ないかなと思うんですけども、憲法のあとすぐ行政法というね、そういう勉強の方が非常にこうやりやすくなると思いますんで、よかったらね、行政法と憲法はもう一気に連続してやるよというね、そういう意識を持っていただけたらと思います。さらに2番、当事者目線、これも絶対いります。で、原告はどういう主張する、被告はどういう反論するというね、この主張反論という意識は常々憲法でもね忘れないように持っておいてください。で、これを忘れた答案は上滑りって言いましてね、何言ってるかよくわからない論文が出来上がりますんで、何のために議論してんのそれっていうね、そうならないように当事者の主張反論というのはね常々ね、持って勉強するようにしてもらえたら、より身につきやすい憲法ができるんじゃないかなとは思います。はい。まあ、ちょっとした注意点、他の科目も大事にね、他の科目もちょっと前提になるというのと、それから2番、当事者目線というね、これもしっかり持ってね、勉強するようにしておいてください。はい、ということでもう憲法は以上で、サクッとね、とりあえずもうなんとなくイメージつかめたらもうそれでいいぞということで、イメージもつかめてないというね、感じになるかもしれませんけれども、憲法でやることですね、ダイジェストでいきますと、まあ、要はね、そういった法令違憲、適用違憲というのをまあ主張できるようにしようと。こういうところね。で、人権のところからたくさん出るよと。まあその辺がもうね、今日のところはもう押さえてもらったら十分ですよというね、そんな感じだと思っててください。はい。次、民法ちょっと行きましょうかね。はい。民法ではどんなことをやるかということで、32ページぐらいから民法のテキストになっていきます。レジュメはちょっと一旦置いていただきまして、32ページ以下。
はい、民法の話が第2章で、書いてありますけれども、はい、民法って一体何かということで、まあ、これもまあ本論編入ってからがっつりとねやっていく予定ではありますけれども、民法は市民同士の喧嘩を想定してます。縦1司法、青文字になってますね、司法、解説チェック入れるなら入れといてくださいね、民法って何ちょっと司法になります。で、司法でも2番司法の一般法という青文字があります。これまたね、そのうち慣れるかなと思うんですけれども、民法の特別ルールが商法だったり、民法の特別ルールが借地借家法だったり、特別ルールがいっぱいあります。特別ルールがあるときにはそちらを優先適用してください。特別ルールがないときに民法を使うと。民法はあくまでも一般法で、要は特別法があったらそちらに遅れるというね、効力としてはちょっと下がるというね、そういう意味だと思っていただければいいかと思います。はい、ということで、さらに、実態法、要件効果を規定しております。実態法というね、それになりますので、まとめよかったら4番に解説チェックざっと入れておいてください。民法とは民事実態法中の一般法、こういう言い方をします。はい、実態法の一般法ね、しかも民事の実態法の一般法と、こういうね、試験を持っておくといいかなと思います。はい、でこれだけじゃちょっと不十分です。で、司法試験の中では、まあ、この民法が非常に大事でね、民法を制する者は司法試験を制するという言われ方をします。それぐらいになんで大事かっていうと、民法での考え方が他の科目のベースになります。他の科目のほとんどのね、科目のベースになっていきますんでね、商法民訴は民法ないと理解できません。さらに刑法と憲法も民法のその考え方っていうのを非常に大事にします。例えばですが、主張反論ですよね、この目線っていうのは非常に大事になっていきます。でさらに、ね、行政法も実は民法の特別法的なものが一部入ってましてね、この民法を理解するっていうことが実はあらゆる科目に波及するというところがありますのでね、この民法をまずはがっつりしっかりとやろうとね、民法から始める春生というのは、その意味でもね、たくさん民法に時間かけられますんでね、そういう意味でも非常にこうね、学習効率も良くなるかなというふうには思います。はい、その上で33ページからちょっとずつ入っていきましょうかね。横の2番で民法の形と書いてありますが、これ見て民法の形わかるかっていうねそんな感じがします。で、この民法っていうのが一体どういうふうなものなのかと言いますと、先にちょっと33ページよりも34ページにね、入ってもらおうかなとは思うんですが、はい、民法の条文のあり方、横の3番タイトルで判託典方式というね、そんな書き方になってるんですけれども、イメージとしてはね、共通項を前出しするみたいな、そんな感じになってます。条文の順番、横の3番枝分かれのようになってますが、第一編民法総則となってますよね。民法総則っていうのは、要は民法の中でも共通になるものを前出ししてここで規定しましたと。総則ですのでね、要は民法全体の共通ルールになるようなもの、これが第一編に入ってるんですね。で、その後第二編ということで、物件第3編、債権第4編、親族第5編、相続ということで、まあ市民間の紛争ですね、市民間の紛争で物に関する紛争、第2編です。市民間の紛争でも債権、これほとんどが金になることが多いかと思いますね。金とか財産ですね、金絡みの財産と思っていただいていいですけども、第3編債権、第4編親子とか夫婦とか親族間の紛争、これを想定しているし、第5編相続ね、相続、まあこれ本当に揉めますね。弁護士やってて本当痛感しますけどね、金があればあるほど揉める中ね、そういう傾向ありますね。争う族と書いてね、そう書かないですよ、とまで書いちゃダメですけどね、相続はね、争う族というね、そういう書き方でね、けなし方っていうかね、することがありますけれども、まあこの相続、はい、市民間の紛争で、民法を想定しているのはこういった4種類を大きくは想定しています。で、これらの共通ルールが相続で前出し、さらには物件編もちょっと目入れましょうかね。物件編もまずは共通する相続を第一章に書いて、で、あと個別ルールを所有権、占有権、物件、制限物件、多個物件という形で個別で書いていると。はい、民法のパンデク典方式のちょっとしたイメージがついたかと思うんですけれども、共通項を前に規定と、
んなふうになってます。ちょっと数学みたいで申し訳ないですが、こういう素因数分解っていうのを中学3年生ぐらいでやると思うんですけどね、こういう発想です。共通項を前に出すとこういう感じです。でこれが相則ね。こういう感じの書き方、まあまあ条文の並び方になってまして、でテキストも基本的にはこの条文の並びになっちゃうんですけれども、ちょっと私の講座の中ではあっち行ったりこっち行ったり飛びます。でなんでかっていうと、使いやすさの観点から似たものはまとめてやるという感じでありますのでね、ちょっとテキスト特に債権に入ってから、債権というね第3ペン入ってからあっち行ったりこっち行ったりとね、ちょっと行ったり来たりしますけれども、ここはある程度まとまりの感じを持ってね、できる限りその似た精度はまとめてという感じでやりますんでね、そこはちょっと、第3編条文の順番でやると大変なところであるので、条文の並びではなくてね行ったり来たりという感じですかなというのをね、ちょっとあらかじめ予告しておきたいなというふうに思います。はい、と同時にですが、民法の出題でいきますと、横の3番ね、第2編第3編まで書いてありますが、第3編までが多いです。で第3編までをこういう形します。財産法と言っていきます。民法のね第3編までね、財産法と言っていきます。で第4編第5編を親族相続、まあ親族法と言ったりもしますけれどもね、家族法かね、家族法という言い方しますけれども、財産法家族法というね大きな体系としてはこういう枠組みも取ってください。はい、全体像です。これ民法の全体像ね。全体像としては財産法と家族法という大きな括りね。で財産法もほぼです。相続に書いてあるものもこういう分け方ができますんでね、物件と債権というねこういう括りを持っておくといいと思います。この物件と債権という考え方は実は原告の請求したい内容も物に関するものなのか金に関するものなのかというふうな感じで分かれてくるんですね。そういった頭のこう引き出しにもねつながってくるところで、とりあえず財産法を見るときには物に関するものか、それともね物ではないね、債権、これ人に対する権利ぐらいのイメージなんですけどね、はい、まあ金であることが多いです。不法行為の損害賠償請求権とかね、金払えみたいなね、そういう債権であることも多いですけれども、まあそれ以外にね物売りました、買い主は渡してちょうだいという権利ですよね、渡してくださいという権利もこれも売り主という特定の人に対する権利ということで、これは債権にね分類していくんですけれども、まあそういったね、物件債権という頭を持っておいてください。物に関するね物件的な請求と債権という人に対する請求というね、そういうまあ一応大きな二くくりね持ってやっていくと、民法ではね特典が非常にやりやすくねなっていきます。問題見て、あこれ物件的請求だ、あこれは債権の請求だとかね、そういうふうなこう分類がそのうちできるようになるので、講義の中でもねある程度この物件債権というのは常々意識しながらやっていくよと、こういうふうに思っておいてください。はい、35ページ横の5番、横の4番すいません、進んでいきますが、民法では結構ね共通の大事な原理原則、これがあったりします。原理原則の中で、まあ、上2つはふーんという感じで読んどいてくださいね。権利能力平等の原則と書いてますが、あんまりこれ言うことないんでね、むしろその下所有権絶対の原則、ちょっとよかったら解説チェックここは入れといてください。所有権絶対の原則、所有権というものはものすごく強い権利とでも思っとってください。物件はめちゃくちゃ強い権利だというところにもつながってきますけどね、とにかくもう所有権強い権利だというふうに思っててください。
ね、ただもちろん所有権といってもね、一定の制限あることはありますけども、所有権強い権利であるというのが原則だと。はい、2つ目、私的自治の原則。これも解説してくよかったら入れておいてください。縦の位置の、矢印ね、私的自治の原則、ね、上から10行目ぐらいね書いてますが、私的自治の原則、これもよかったら解説チェック入れておいてください。でこの私的自治って何かっちゅうと、まあ何でも自分で決めれるっちゅう、まあそんな話だと思ってください。何でも自分で決めれる、ちょっと言葉悪いな、契約するか否か、どんな内容にするか、基本的には自由意志で決めてよいと、こういう話です。ただし決めたからには拘束されると、こういう意味も含んでいます。私的自治の原則ね、契約するか否か、どんな内容にするか、自由意志で決めていい、でも決めたからには拘束されるみたいなね、そんな話が私的自治の原則と思ってください。はい、ちょっと具体例出しましょうかね。この判例六法、まあちょっと年度が古くなっちゃって申し訳ないですけれども、ね、私が結構ね、重宝してる判例六法です。まあ多分、中古の本屋で売ったら10円とかももう買い取りもしてくれないねぐらいかもしれませんけれども、まあいろいろ書き込んでてね、私のまあノウハウも詰まってるということで、欲しい人言ってね、売るかどうかね、3000円で売ろうかなとかねそんなふうな形で、まあ売るかどうか決めれるし、売るとしても何円で売るか自分で決めれる、これが私的自身の原則だと、こう思ってください。でも決めて契約したんだったら契約に縛られるとね、自分がもうこれは50円でいいということだったらもう50円で売る、やっぱり繊維にしてとかね、それはあかんという話になってくるわけね。だからこれは私的自治の原則っていうね、話書いてますけども、要はね、決めるのは自由だよと、もう決めたからには拘束されるよっていうね、そういうふうなお話だと思ってください。もうちょっと深い話は民法のね、本論編入ってからお話しする予定にはしてますけれども、今の段階ではざっくりとね、そういうイメージを持っておいてください。はい、さらに民法の大原則もう一個下ですね、私的自治の原則から4行下もよかったら解説してくれておいてください。過失責任の原則と、まあ、事故の行為により他人に損害生じたとしても故意過失がある場合にのみ責任を負うとする原則と、はい、いうことで、まあ、過失責任の原則ということでね、例えば寝てる間にですね、なんかこうね、変な夢見てですね、で寝てる間に変な夢見てバッとこう手振り上げたと、そしたらね、横に寝てるね奥さん怪我しちゃったとかね、それは過失がないのでね、損害賠償責任は発生しないという感じです。過失なければ賠償責任は生じないというね、これも民法の大事な原則で、過失があれば生じる可能性はありますけども、過失なければ責任なしというね、これを過失責任という言い方をしていきます。はい、とりあえずまあ一応ね、民法の、大事な考え方ね、基本的な考え方についてはまあその辺というふうにしておいてください。はい、その下の2番のところにね、民法の解釈における対立利益みたいにね、書いてありますが、ここはあまり深入りしなくて結構です。むしろ当事者目線で考えるっていうのをね、大事な前提にしておいてください。ちょっと2番の下ですね、あまりタイトルは気にしなくて結構です。 A がもともと土地持ってたと思ってください。ちょっとこれも具体的に考える一つのきっかけと思ってください。 A が土地持ってました、でも B に騙されて売っちゃったんです。そんなイメージ持っておきましょうかね。 A が大事な先祖代々の土地を持ってましたね。ところが B からいやそこの土地にはたたりがいっぱい動きますよと、ね、そんな土地ね、もう大した土地じゃないから早く手放しなさいって言ってね、騙して売らした。でその後 B がへへへということで普通通りに C に転売しちゃったと。これどんな紛争が起きるかっていうと、 A から C に土地返せって話になるはずなんですね。 A から C に土地返せと、なんでって言ったら、売ったけど騙されたから取り消すと、だから俺の所有だ言うて A から C に俺の土地だから返せと、こういうふうに言っていくはずなんですね。他方で C からすると、本なん知らんがなっていう話なんですね。騙されたお前悪いでしょと、 A と B の間で騙されたのがあっても私 C は知らんがなということで、そんな詐欺で取り消すなんて許しません、こんな主張反論が出来上がるんですね。こういった形で民法は常々ね、原告の言いたいこととその要件、
次に被告の言いたいこととその要件というね、主張反論をちゃんと考えながら見ていくと、これができるようになると民法は非常にこうね得点源になっていくかなと。で、相続ね、民法の相続です。ここが一番苦手にしやすいところになるんですけども、なんでかっていうと、ほとんどの予備校、ほとんどの大学は主張反論で教えてくれません。なので、この主張反論がないまま相続やると、事例問題でへんてこりんなことをいっぱい書くね、そういう恐れが出てくるっていうところになりまして、この第一編ね、民法の頭の方でやりますけれども、こっからちゃんと主張反論意識してね、やるようにしときましょうと。はい、主張反論というのをね、ちゃんと意識してやりましょうね、中そういう意識を持っておけばいいかと思います。はい、36ページにまあいろいろ書いてますが、もうこれもいいです。民法全体を抽象化しすぎてるんでね、36ページもバッテンね、上の方はバッテンでもしといてください。はい。で、とりあえずは、民法について、これから物件と債権、特に財産法がね、取材範囲としては大きいところでね、だいたい取材10あれば9は財産法、1が親族法中ね、そんな感じですので、もう財産法を特に各ね、大事にしておこうというふうに思ってください。で、民法は物件と債権という形で物を分析します。その下横の1、売買契約の事例が上がっておりますが、実際に図を自分で書いてみるとイメージしやすいと思います。はい、まあ、パン屋さんのお話になってますけどね、パン屋ではちょっとこう、まあ、パン屋でもいいですけどね、まあ、コンビニでもいいですね、コンビニで客が物を買うという場面を想像しましょうかね。まあ何でもいいですわ。はい、おにぎりを客が買うと。で、売買はセルですね、英語でね。なので S というふうに手控えでは僕略していきますので、 S と書いてあったこれ売買だというふうに思ってください。はい、A から B におにぎりが売られました。こうなったら物件と債権両面で分析できるといいですね。物件としては所有権が移転することになりますよね。そらそうですね、売ったんだから A の所有物は B のものに行くと。まあまあそらそうだなと。債権、人に対する権利です。人に対する権利のことを債権と言いますが、売った買ったの2社間ではどんな権利が発生します、お互いにっていうと、普通に考えたらこうですよね。 A は売り主です。売り主だから代金よこせと、こう言えるはずですね。はい、請求権のことをまあ、手控えでは SK と略しておきます。めんどくさいんでね請求の漢字画数多いので SK と手控えで略しますね。答案では SK で書いちゃダメよ、答案では書いちゃダメですけれども、手控えではもう書いて結構です。 SK とね、自分はもうそういう省略の仕方します。まあ、権利の権の字もね、決まったと省略するね、中国ではこれがね、正式な字体になっておりますけれども、日本では一応ね、この複雑な剣の字ですよね、これが一応正式な文字ですが、まあ、手控えではどう書こうと自由ですね、中国語やってる人は結構ね、その意味で、まあ、手控えで簡略字ですよね、これ書けるとかいう、まあ、メリットがありますけれども、まあ、そこはまあ別に中国語やれ中国じゃないので、ね、いいです。はい、とりあえずまあ債権、売り主は買い主に代金払えと言えるし、買い主は売り主に何言えるっていうと、物引き渡せですよね。渡せという権利が発生すると。はい、ということで、まあ、民法を、まあ、契約を分析することが多いですけれども、とにかくね、物件面どう、債権の面はどうというふうな形で、まあ、分類してちょっとね、頭を使っていただけるといいと思います。で、物件については所有権が移転します。債権面でいけばお互いに権利が発生し合いますというのが、まあ、売買契約だという感じで見ていきます。はい、37ページ。はい、債権と物件ですね。ちょっと解説チェックを入れておいてください。37ページの一番上のところですけれどもね、解説チェックをちょっと入れておいてください。債権、ある人が、ある人に対して何かしてくれと請求する権利と、まあ要は人に対する権利と思ってください。はい、
事業を解説していくね、37ページの一番上ですね、ある人がある人に対して何かしてくれと請求する権利、これを債権というし、じゃあ物件は中とその下ですね、横2の上3行、物件、人が物を支配する権利と、で物に対する支配権、これも解説してくれておいたらいいかなと思います。はい、ということで、まあ物件と債権とね、人に対する権利と、それから物に対する権利ということで、ちょっとね分けてみるようにしておいてください。はい、でここから物件と債権についてのちょっと抽象的なお話をやっていきます。物件というのは縦の位置、めちゃくちゃ強い権利と、こう思ってください。どう強いか、中とちょっとイメージしにくいので板書を見ながら、皆さん A さんと思ってください。自分が A だと思ってください。自分がこの土地を持ってます。この土地に B が勝手に占拠したと、あるいはゴミを捨てたと、こんなの想像しましょうかね。許せんとなるはずです。いいですかね。占拠するんだったら出ていけだし、ゴミ捨てたんだったら持って出ろというふうな形でね、請求したくなりますね。から物件見るときも必ず何らかの請求権につながると思ってくださいね。物件は確かに物に対する権利であるけれども、物を支配しているということは、その妨害する人に対して邪魔だ出ていけとか、邪魔だどけろというね、そういうふうな権利が発生していくというふうに将来的にはなっていきます。ただまずその前提になるものとして、ちょっと物件ってどういうものかというと、 A さんがこの土地を持っています、 A さんが持っているということはどういうことかというと、自分の意思だけで売るかどうかとか決めれます。から他人の所有権、ではないということでもありますよね。A が所有するっていうことはどういうことか。自分の意思だけで決めれるということね。売るにせよ、貸すにせよ、あるいは妨害排除請求するにせよ、ね、何するにせよ自分の意思で決めれます。これを一つ目のチョボ、直接的支配、直接性という言い方をします。よかったら縦の位置、図の下、解説チェックを入れておいてください。一つ目のチョボ、物を支配的に、直接的に支配で直接性、他人の意思に関わりなくというふうに言っていきます。自分の意思だけでいろいろ決めれるというね、後半話です。さらには2つ目、物を排他的に支配、排他性、同じ内容の物件排斥できる、 A の所有であるということは B や C や D や D、 A の所有ではないということで、他人の所有権が排斥されると、 A に所有権ありということは他の人の所有権は排斥されるというね、そういうことになります。 A が所有しているものね、所有移転証をすると A から B に売るとかね、そういう形でやらない限りは他の人の所有権はA が持ったままであれば基本的には排斥されると、 A の所有権ありということは他の人の所有権は否定されるというね、非常に強い権利だと思っておいてください。はい、ということで、まあ直接性、排他性というね、そういったまあ言葉をまあちょっとだけね早めに押さえてもらえたらなというふうに思います。でこれめちゃくちゃ強い権利なんでね、できるだけ強い権利ということで、誰のものか分かるようにという要請が働きます。はい、まあ見た目空き地、想像してください。見た目空き地、あ空き地だ、誰のものでもないなと思ってそこに家を建てて住み出したら、実は別の人のでしたと。
こうなっちゃやっぱねいかんので、誰のものか分かるようにということで、不動産、土地と建物のことを不動産と言っていきます。土地や建物、これがメインですけどもね、土地や建物は不動産と、まあそれ以外にもね、立ってる木なんかも不動産扱いしますけれども、とりあえずはね、動かないものですよね、不動産。これは登記をしましょうと、こういう要請が働きます。物件強い権利ですので、誰のものか分かるようにしましょうということで、これはですね皆さんも行けますね、ここの土地建物誰のものかって法務局行ったら見れますんでね、法務局行ったらね、その誰のものかという、まあ、そういった証明書まで手に入るということで、この不動産については登記という形で誰のものか明らかにしましょうと。まあ所有権以外にもね、誰の抵当権が入っているとか、そういったもう物件に関するものが全部ね登記で分かるようにしようと、こうなります。不動産以外の財産のことを動産と呼んでいきますけれども、動産については、これは一個一個登記するわけにいきません。いいですかね、コンビニにおにぎり買いました、おにぎりの登記をしに行きましょうとバカバカしいっちゅうね、そういう話になってくるわけでね、その登記なんかしてられないということで、動産については実は占有、これを移転させると、これで登記に変わるものにしましょうと。占有移転というふうに書いちゃうと、まあね、ちょっと分かりにくいな、まあ、今の段階でも占有でいいですね、とにかく占有所持と思ってください、ね、占有イコール所持です。誰のものか分かるようにとかね、いうことで、動産についてはこれは登記みたいな制度は無理なので、持ってる人、所持してる人ね、これをもう所有者だと、まあ推定がちょっと働くようにしようと、こういう感じしてるのね。から私がこれ6本持ってますと、どう見えます？私が持ってるということは、あ、これは私の所有だなと思えますよね、そういう形で所持で、あ、これで所有権ありという推定働かせましょうかみたいなね、そういう話になってくると、こういうふうに思っとってください。ただまあちょっと弱いね、お話ではあります。はい、不動産の方は確実な、ね、権利の、まあ、一応公示というのがあります。はい、ということで37ページの下の方ですよね、37ページの下の方ではありますけれども、下から4行目、公示の原則と書いて、ね、書いてますね。公示によかったら解説してくれておいてください。公示、枝分かれのところの公示ですね、これちょっと解説してくれておいてください。で、公示について1つ目、不動産登記が必要177と、で動産引き渡しが必要178と、はい、公示ということで、俺のもんだというふうに言うためには登記がないといけないのが不動産、俺のもんだというためには引き渡しを受けることが必要だというふうにするのが動産だと、ね、コンビニでおにぎり買った、俺のおにぎりだって言いたければ引き渡しを受けると、これで俺のものだと言えるというね、そんな感じで、まあ、動産不動産ね、公示というのをまあ要求しましょうという話になっていきます。はい、38ページ、はい、物件に関しての効力で、はい、物件に関する効力、が2番のところに書いてます。まあ、物件と他の権利、優先関係がこの2番のところで書いてあります。はい、2番の括弧の1、まあ、優先的効力とね、タイトル書いてますけれども、これ何を話してるかというと、ちょっと具体例見てください。括弧の A の具体例見ると、もともと X が持ってた土地があるのね。この持ってた X さんの土地を X が A にも売り、B にも売りにしたと。A と B どっちが勝つのっていう、そういう話です。で、A と B どっち勝つか。これは、登記があることによって先に登記備えた方が勝つという感じのルールになっていきます。はい、ということで括弧の A ですね、図の下に解説チェックを入れておいてください。図の下に解説チェック入れておくといいです。 A は登記公示を具備しない限り B に対して完全な所有権は主張できない、まあ、排他性はないということになってしまうと。で、さらにその下 AB 間においては先に登記公示具備した方が優先ということでね、二重譲渡とかになってくると、これは先に登記備えないとも勝てないというね、そんなルールになっていくよと、こう思っておいてください。はい、これが
物件同士じゃなくって物件と債権だと話変わります。その下括弧の B 書いてありますが、ちょっとイメージしにくいと思いますんで別の図にします。まずは X さん持ってるものを A が借りたと思ってください。借りた、借りただけでは賃借権がまあ発生はしますけれども、対 X にのみ言える権利で債権なんですね。賃借権ってこれ債権だという扱いをします。そのうち慣れます。債権です。さあ同じ物を X が今度は B に売っちゃったと思ってください。売っちゃったら B に所有権が行きますよね。他方 A が持ってるのは A の賃借権ですと。どっちが勝つ？という話が出てきそうですね。B の所有権と A の賃借権どっちが勝つかと。はい、物件が強いです。結論はそうなります。原則ですけどね、原則として物件優先とこう思ってください。はい、括弧の B、 怖いお話ではありますが下から2行目です。下から2行目もよかったら解説チェックを入れておいてください。原則として物件を優先すると。で例外は不動産賃貸借にありますけれども、原則は物件優先ということでこういう形でね、不等号を書くとこういうふうな記号になっていきます。いいでしょうか。はい、B の所有権の方が勝っちゃうよっていうね、そういう話になっていきます。はい、そういうことで、まあ非常に怖いねお話でありますけれども、これね、賃借権はちょっとね、一歩遅れるというのが原則と思っておいてください。ただまあ例外が不動産の賃貸借でたくさん勉強しますんで、なんかこうね法律勉強してるとあれ賃借権の方が勝っちゃうのというね、そんな感じのイメージ持ってしまうところはありますが、原則は不動産、原則はこれね、物件の方が勝つというふうなねイメージを持っておいてください。はい、39ページ括弧の2番、物件的請求権と書いてあります。でこれめっちゃ大事なものなんでレジュメにちょっとね、追加で書いておきました。括弧の2番はすいません、物件的請求権レジュメをちょっとね見ていただこうかなと思います。はい、レジュメの9ページ、こちらの方ちょっと見ていってください。はい、レジュメの9ページで物件的請求権とあります。大体まあ物件の問題、この物件的請求に絡む問題になると思っていただいていいと思います。何かというとさっきの、ね、この事例でもそうなんですけれども、 A が借りた、その後 B が所有した、おそらくですが B が所有権に基づいて A に返せという物件に基づく請求、これになるはずなんですね。必ずと言っていいほどですね、トラブルはこの物件に関しては物件的請求形で出てきます。でまずは物件的請求の意味をね、これ民法1回目から使うのでできたらちょっとここで押さえておいてもらえたらと思います。解説チェックをねちょっと入れておきます。はい、異議丸の1、解説チェック入れておいてください。物件に対する円満な支配が妨害されまたは妨害の恐れがあるときに妨害事実の支配者に対しあるべき状態の回復等を請求する権利、9ページの一番上です、ね、レジュメ9ページの一番上です。一番上の括弧の1のところね、2行に解説チェックを入れておいてもらえたらと思います。はい、9ページの括弧の1ね、物件に対する円満な支配妨害され、またはその恐れあるときにあるべき状態への回復を請求する、ね、これが物件的請求です。でなんでこれ認められるかというと、括弧の2番趣旨丸の1、ちょっと解説してくれておいてください。なんで認められるか、これ条文ありませんがもう不文律で認めます。趣旨の丸の1も解説してくれておいてください。物件は直接支配する権利、自己の意思だけで支配できる権利であるが、自力救済禁止されている以上妨害等がある場合
その除去を相手方に請求でき、相手が履行しない場合、国家権力通じて実現される必要があると。はい、物件というのは本来は自分の意思だけで決めれる権利なんですよね。なんですけれども、邪魔が入った、邪魔が入ったとは言っても、お前出ていけと無理やり強制的に実力で排除する、これは民法ではできないとされているんです。そうすると権力の助けを借りて出て行かされるようにしよう、こういう必要があるわけです。でも条文がないので解釈で認めたと、こういうふうな趣旨が物件的請求にはあります、はい、自力救済禁止だけれども、なんとか自分の意思だけで実現というところと調整するために裁判で訴えれる権利として作り上げたと、これが物件的請求だと思ってください。はい、丸の2はまたね、民法入ってからね、チラチラとお話しようかなと思いますけどね、丸の2はこれね、占有訴訟と言われるお話を、まあ占有のところで勉強しますんで、もうそこからで結構かなというふうには思います。はい、で大事なのは3つ目です。類型要件と書いてます。3種類もう早めに押さえてもらったらいいかなと思います。物件的請求3パターンありまして、丸の1丸の2丸の、ごめんなさい、丸の1とか打ってないな、とりあえず丸1、2と振ってないところね、タイトルみたいなところに解説してくれておいてください。物件的返還請求権で返せのところにチェック入れておいてください。物件的返還請求権返せからその下、物件的妨害排除請求権で典型は妨害物どけろから3つ目、物件的妨害予防請求権で持っていくな、妨害を受けないように措置をせよ。ちょっと3種類ね、返還と妨害排除と妨害予防と、この3つをねできたらちょっとイメージしておいてください。はい、軽くちょっと図を作ります。はい、 A が土地持ってるね。この土地を B が占拠してるだったら1つ目です、返せと、こうなりますね。自分が持っている土地を B が占拠している。返せと。こういうふうに言っていくことになるでしょうね。B がいらない車を放置したと。これだと占拠までは行ってないですね。土地の占拠までは行ってないけど、邪魔をしているのは確かなので、これは2つ目。どけろ、妨害排除という話になっていきます。占有か、ごめんなさい、返還か妨害排除かは面積によって変わると思ってください。もう土地全体が取られているということになったらこれは返還請求でいいですけども、一部分が邪魔されているのであればこれは妨害排除というふうなイメージでね、ここはもう部分的な、ね、ものか全面的なものかというね、そういうような形でイメージしておけばいいかなというふうに思います。はい、あともう一個、まあ、ないかもしれませんけどね、この A さんの土地がちょっと高台にあって横を B が持ってて、 B がですねここの方にトンネル掘ろうとしてると、こうなったら A さんとしては心配ですよね。自分の土地穴開くんちゃうかと。今妨害はまだないけれども、将来の邪魔になるかもしれないですね。トンネル掘ろうとしているということによって自分の物件が邪魔されるかもしれないということで妨害予防請求、これも考えられると。まあトンネル掘ろうとしているとかね、そういう時はまあちょっと考えにくいですけども、まあ、将来の妨害をやめてくれですね、妨害なりそうだからやめてくれですね、やめてくれっていうのがまあ妨害予防だと、こう思っていただいたらいいかなとは思います。はい、ということで、まあこの3種類が一応ありまして、それぞれ要件は2個ずつ、めっちゃ覚えやすいです。返せだったら物件有する相手が占有、言い方変えると俺が所有相手占有、これで返還請求できます。妨害排除はっちゅうと俺が所有相手が妨害、これで言えると。予防請求も同じです。俺が所有相手が妨害しそう、これで妨害予防請求ができるというような形で、要件も全部覚えやすいですね。条文ないんでこれはちょっと丸暗記しなしゃあないですけれども、大体はこのね、物件的請求は
俺所有相手ほにゃほにゃですね、これで電子請求できるという感じになりますので、まあ抑えやすいねところかなとは思います。はい、ということで、まあ民法は物件についてね、ちょっともうここまでね、がっつりやりましたけども、物件をまあちょっとね苦手にする人が多いのでね、全体構造編でもちょっと物件メインでちょっとやっていきました。はい、あともうテキストをね、戻っていきますが、39ページから以下ね、もう39ページについてもざーっと流し読みでも十分だろうと思います。はい、40ページにちょっとだけ入ります。はい、40ページにちょろっとだけ入りますけれども、40ページはこれ債権についてのお話で、債権は40ページ物件に比べると弱い権利と思ってください。はい、何が弱いというと、直接性なし、排他性なし、物件に存在した特徴がないと言われております。まあ、ここはそういうもんと思わなしゃあないですね。まあ、直接性なし、自分の意思だけではどうしようもない。例えば金払ってという請求権、イメージしましょうか。金払ってという請求権、これは相手が嫌だって言ったら実現できないんですよね。から自分の意思だけではどうにもできない、相手の意思を待たなきゃいけないということで直接性なし。金払いという請求権はちゅうと他の人も同じように発生していますね。まあ多重債務という言葉聞いたことあると思うんですけどね、自分が借り主です。 A 銀行からも B 銀行からも C 銀行からも借りるというふうになると、同じ債権がたくさんの人に発生しうると、ね、一人の人に対して、ね、たくさんの人からの債権が発生しうるということで排他性なし、ね、物件だとA の所有だったら B の所有権、C の所有権なしということになると思うんですけれども、債権だとこういう状態も起こりうるわけですね。いいですかね。債権というのはこういう形で一人の人に同じ内容の債権がうわーっと発生するということは起こりえます。これ排他性なしという意味だと思ってください。はい、弱い権利とでも思っててもらったら結構です。で、そんなのどうすんのっちゅうね。B さんが100万しか持ってません。でも債務は全部で1億ありますと。こうなったら安分します。ね、例えばまあ単純化するためにまあ2人だけにしましょうかね。2人だけにして B さんは財産が100万しかありません。で A さんが2000万、C さんが1000万の貸金債権があるとしたら2対1で割るしかないんです。安分するというふうにするっていうのがこれ債権の原則という感じになっていきまして、非常に弱いね、そういう権利になっていきます。まあざっくりとふーんという感じで聞いとってもらったら結構ですね。ふーんという形で聞いとってもらったら結構です。はい、以上でもう民法についてはおしまいで、もう文献債権のね概略だけもうね見といてもらったらいいかなと思います。はい、41ページ以下は、第3節以下ね、もう民法についてお話ね、ちょっとこれ以上やっていくと本当刑法の話が全くできない話になっちゃうので、とりあえずね、ここの第3節以下はまあ気になる方見ていただいたら結構ですが、もう今見てもしゃあないんでね、そこのところはもう、ね、今の段階でパスという感じで思っとってもらっていいでしょう。はい、で民法に関してすいません、あっち行ってこっち行って申し訳ないですが、レジュメ10ページ、まあ、民法ね、まだ5月の12日ですね、ライブクラスの方はね、12日にもう1回目早速ねやっていきますけれども、民法は一番差がつきやすい、そういう科目です。レジュメの10ページ、すいません、レジュメの10ページですね、レジュメの10ページをちょっと開いてください。はい、民法はもう1回目から問題の解き方を皆さんにお教えしますんで、その解き方を踏まえて勉強しててください。で、その解き方って何っちゅうと、原告の主張、被告の反論もこれですね。原告まず何言いたい、じゃあその要件どう、次被告の反論どう、じゃあその要件どうという形でね、もう原告被告の主張反論というのはしっかりとねやっといてください。とにかく主張反論要件効果っていうね、この意識がものすごく大事になるんでね、これをまあ民法ではがっつり勉強しましょうというふうに思ってください。はい、あと2番、条文判例に重視、重きを置いてください、ね。学説はゴミ、本当に学説うるさいんでね、この民法ね、本当にまあ花形です。学者先生からするとね、民法ってのは花形の科目でありましてね、そういう意味でまあものすごく自分の言いたいことをね、もう言いたい放題言ってるというところありますけれども、判例を大事にしてください。でさらに条文も大事にしてくださいと。3つ目、民法は1044条以上ありましてね、ものすごい条文数あります。これをしらみつぶしは無理ですので、
メリハリつけてください、ね、大事なところを重点的に、大事じゃないところはもうね、サブということで、もうかなりメリハリつけるという感じにしておきましょう。はい、すみません、刑法をお話する時間がほとんどなくなっちゃいましたけども、刑法のお話そのままレジュメの13ページで見といてください。はい、刑法の中身ですね、もうこれ、すみません、残りもね、収録時間もちょっと限られてしまってますので、もうざっくりと 3,4 分で終わらせるね、感じにしたいと思います。若干ちょっと延長になっちゃいますけれども、13ページ、はい、刑法の体系 補足というね、そういうふうにレジュメで書いてあると思います。刑法は何を勉強するかというと、犯罪になるかどうかの要件、犯罪成立要件ですね、まあ、1番の初めにと書いてます、過去書き、よかったら解説してくれておいてください。犯罪の成否、これの勉強していきます。犯罪になるかどうかのね、要件の勉強と、こう思ってください。で、犯罪になるかどうかの見極めは3段階でやるというふうにされています。これはもうなんでっちゅうとね、もう歴史的な知恵の集積というね、そういうところがあるんですけれども、まずはどうするかっちゅうと、その下括弧の2に入る手前のところ、犯罪とはと書いてますね、ここにちょっと解説してくれておいてください。構成要件第一段階に該当する、違法第二段階、かつ有責第三段階な行為と。で、構成要件という四文字熟語は漢字の意味を追いかけないでください。条文に書いてある犯罪の要件ぐらいに思っとってください。条文上の要件ぐらいに思ってもらったら結構です。第一段階は、例えば殺人かどうかが問題になるんだったら、殺人罪の条文に当たるかどうかというのをまず第一段階で検討すると。人を殺したに当たるかどうかです、ね、死んだのが豚だという話であればね、これはもう殺人の検討に入らないわけでね、第一段階はまずその条文の要件を充足するか、そこから入ります。罪の要件、これが構成要件と思ってください。で、それをクリアしたら、次人を殺しちゃったというふうな場面でも正当防衛だったら違法性なくなるんです。第2段階では違法性がなくなるかどうかを考える、これが第2段階と思ってください。違法と書いてますけども、これは違法じゃなくなるかっていうね、そういった形で考えていきます。違法性がなくなるか、これを見ます。さらに第3段階は有責、まあ普通人を殺したら責任ありになりそうですけれども、殺したとされている人が例えば5歳の子供だったと、間違えてね、お父ちゃんの銃を遊んでたらバーンと撃っちゃったとかね、これ責任能力なしという話になるわけね。第3段階でもやっぱりね、責任なしになるかどうかを考えると、はい、一応条文のね、人を殺しというふうなことになれば原則として違法です、原則として責任ありです。なんですけれども、第2段階で例外的に違法性なくなるお話があるかどうか、第3段階で責任なくなる話があるかどうかというところで、それを順々に検討していくのが刑法だと、こう思っておいてください。で、できたらさらに括弧の2もチェックを入れておいてください。はい、括弧の2は3行丸々解説チェックを入れておいてください。レジュメ13ページです。括弧の2、検討対象は犯罪者が行った行為であると。で、客観面、外に現れた事実と主観面、行為者の内心とに分けて検討するということで、13ページちょうど真ん中のね、括弧の2番のところです。13ページ括弧の2番の真ん中のと、ま、2番の、13ページの真ん中ね、括弧の2番の3行にざーっとチェック入れておいてください。外と内に分けます。すみません、5分で聞かないかもしれませんが、もうすぐ終わります。はい、A と B いまして、 A が、ね、ピストルで発射して B を殺しちゃったと。これが犯罪になるかどうかの検討も、客観面と主観面に分けてみます。客観面は人を殺しという行為に当たるかどうか、から殺しという行為から他という結果が生じたかどうか。これね、ピストルで発砲したけども死んだのは落雷で死んだとかね、わけのわからん事例を結構刑法では勉強していくんですけれども、そこの行為結果
という形でまず外に現れた事実に着目します。で、行為のことをちょっと特別に実行行為という名前をつけたりします。で、客観面としては実行行為結果とその実行行為と結果の因果関係、これを分析します。で、内心も見ます。故意があるかどうかと。ピストルで撃ったのは撃ったけども、かかしだと思って撃ったとかね、そうなったらこれは殺人の故意がないという感じになってくるのね。だから頭の中身もちゃんとチェックポイントにすると、これが犯罪の成立要件の検討のポイントになってきます。第一段階が特にね大事でありますけども、第一段階行為結果因果関係で、さらに内心の故意、この4要素を見ましょうというのが2番の丸の1のところに書いてありますので、まあ、よかったらここは刑法はね結構勉強するときに、まあ理論的にすっきりしているところもありね、分かりやすいところもありますが、まあ、そこはね、興味ある方はぜひね13から14ページは一読ね、していただいたらいいかなとは思います。はい、まあ、とにかく3段階で読むっちゅうね、3段階で見ていくよ。で、さらにそれぞれの段階もできる限り客観主観ね、外に現れたものと内心というね、そういう分け方をして見ていくよと、こういうね頭を持っとってもらったらいいかなと思いますが、もうこれ以上は突っ込まないで結構です。はい、ということで、すみません、全体構造編ね、若干ちょっとこうね長くなっちゃってて申し訳ないですが、もうねざっくりとね各科目主要科目のポイントになりそうなところをね軽く触れただけですので、まあ今日の段階ではがっつり復習しなくて結構ですね。今日の段階ではこういうことやるんだなっていうね、そういうのでまあね興味のね、一旦持っていただければそれでいいかなというふうに思っております。まあ次回ね、民法1回目、ライブクラスの方は5月ゴールデンウィーク明け早速ね始まりますけれども、そこでね、しっかりとねそこから勉強を始めるという形で、今日はねあこういうふうにやるんだなっていうね、そういうのをこう感じ取ってもらえたらいいかなと思います。はい、そういうことでね、まあ今日は1回目ですので軽くね、肩のに力を下ろしてね、復習もそんなにガツガツじゃなくていいのでね、そこはね気楽に進めてもらえたらと思います。まあ今後1年間ねどうぞよろしくお願いしますということで、今回の全体構造編はこれで終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。